はい、始まりました。コバピコでございます。よろしくお願いします。はい、すごい拍手が今日は多いな。この番組はコバピコという番組でございまして、車の楽しさを世の中に広げたい、そしてこの番組から先ほどの映像のようにレーサーをたくさん輩出していきたい、そんな熱い思い、思って、配信している番組でございます。よろしくお願いいたします。そしてこの番組は、スーパーピコピコクラブ、スーピコですね、毎週夜10時から放送しております。配信しております。アメリカザリガニ平井さんの番組、略し、スーパーピコピコクラブ、略してスーピコののれん分け番組として配信させていただいております。コバピコではニコ生、 YouTube、 フレッシュ、こちら同時3チャンネルの配信になっております。皆さんぜひチェックお願いいたします。チャンネル登録ポチッと押してください。よろしくお願いします。そしてまたスーピコの方では YouTube にてゲーム実況動画チャンネル、スーピコゲームスを開設しております。皆さんぜひこちらの方も登録して、いろんな動画をチェックしていってください。アメリカザリガニ平井さんなど、いろんな方々が、ゲームをいろいろプレイしております。今日は一人でやっておりますよ。はい、そして次はですね、スーピコでキャンプファイヤーというサイトにて月額500円から入会していただける、スーピコファンクラブというものを運営しております。こちらの方もぜひ皆さんチェックしていってください。よろしくお願いいたします。ということで、今日は事前に告知していた通り、もう日本最速になりますプロジェクトカーズ2をなんと番組でやってしまおうということで、いろんなゲストの方来ていただいております。いろんなコメントありがとうございます。今日は高見さんお休みでございます。今日は僕一人でやっていきたいと思うんですけども、今日はプロジェクトカーズ2ということなんですけども、早速そちらの方ね、新しい動画、最新の動画があるということで、そちらの方見ていきたいと思います。動画の方じゃ流れますでしょうかな。では動画の方ちょっと見ていただきたいと思います。はい、キュー。数々の賞を受賞したレースゲームプロジェクトカーズシリーズの最新作プロジェクトカーズ2が登場。ゲームを超えた本物のプロドライバー体験がプレイヤーを待っている。車体は実在する設計図からモデルを製作、タイヤやハンドル、エンジンなどパーツごとに選ばれた専任スタッフの手によって、まるで実物と見まごうほどの圧倒的なビジュアルで表現されている。 GT カーやツーリングカー、耐久プロトタイプ車まで合計180以上の車種を収録、新規日本車種も多数追加。世界で活躍するあのマシーンに乗ることもできる。さらに2017年ジュネーブモーターショーで発表されたマクラーレン 720S も本作に登場。その手で夢のスーパーカーを操れ。個性豊かなコースは60以上。新技術ライブトラック 3.0 でさまざまな環境変化を忠実に再現。天候、気温、風、路面の状況などコースは時間の変化に応じてダイナミックに変貌。プレイヤーはより繊細なドライビングテクニックが求められていく。世界レベルの著名ドライバーがテストプレイに参加。磨き上げられたプロの目線からゲームバランスを細かく調整。一人でじっくりプロレーサー体験を楽しめるキャリアモード。さまざまなレースに挑戦し、ドライビングの腕を磨け。初心者も安心の機能が充実。オンラインプレイにも対応。世界中のプレイヤーとレースを楽しむことができる。これが世界中のドライバーに送る本物のレーシングシミュレーター。洗練されたグラフィック、挑戦的なシステム、ゲームを超えた本物のプロドライバー体験がプレイヤーを待っている。プロジェクトカーズ2、早期購入特典は日本車4種が手に入るプロダクトコード。このチャンスを見逃すな。バンダイナムコ。はい、ということで見ていただきました。すごいです。皆さんすごいです。すぐ
早くねゲーム画面見たいという方もいらっしゃいますが、もうすぐプレイしますけども、その前にこの番組コバピコというものを少しだけ説明させてください。普段はさまざまなレースゲームを使ってですね、視聴者の皆さんとともに、妥協なしの一切妥協なしのガチンコゲ、レースゲームをやったり、普段のレースとは全く違った変わり種のレースなんかをやっている番組でございます。また当番組のモットーである、ゲーマーからリアルなレーサーをっていうのをまたモットーにしていまして、コバピコアカデミーという企画を通してですね、本当にレースゲームでは経験豊富だけども実際のレースには出たことない、そんな人をあの番組でオーディションを行いまして、先ほど冒頭で流れましたオープニングのようにね、あの耐久レースを行ったりとかもいろいろしました。そしてコラボイベントとして行っている DDR ですね、秋葉原、池袋、そして名古屋の栄にございます。そちらの DDR の方でコラボイベントを行っておりまして、こちらの方では、タイムアタックの、イベントを行っております。2ヶ月に1回更新されるサーキットとマシンでタイムアタックして、上位の方からポイントを付与いたしまして、その上位の方には、走行券3000円分とかコバピコステッカーなどをいろいろプレゼントしたり、そんなコラボプレゼントいろいろしております。ぜひ皆さんそちらの方もチェックしていってください。はい、緊張しておりますよでもね、すごい人がおんねんけど、ということで早速じゃあゲストの方をね、今日は、ご紹介したいと思います。バンダイナムコエンターテインメントさんより、お越しいただきました。今日のゲスト、ギャンディーさんです。どうぞ。皆さん、ギャンディーです。見えへんヘルメットちっちゃ狭いんですよ、日本のヘルメットはこれ俺のやつ本当に。今日ギャンディーさんが、いろいろ教えてくださいますということで、今日のゲスト改めましてギャンディーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日は本当にお越しいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すんげえ僕緊張してるけど。あ、本当ですか。ちょっとここからいろいろゆったりしていきたいと思います。リラックスしながら、はい。で、最初番組でもあの冒頭でも、映像を流させていただいたんですけども、何はともあれとりあえず一回プレイしてみたいなっていう、あ、ね、結構ね、待ってる人が結構たくさんいらっしゃると思う。そう、皆さん思ったでしょ、日本語ペラペラの外国人ですちなみに5カ国語できるんですけれども。何が喋れるんですか。フランス語とオランダ語と、オランダあと英語、英語とトルコ語と、トルコあと日本語です。あ、日本語すごい。ギャンディー兄貴っつってますよ、コメントの方では。大好きです。大好きで大好きですはフランス語でなんて言うんですか。あ、シュタドー。はい、ありがとうございますということで、ご出身の方はちょっといろいろ載っておきましょうか。日本語はとにかくね、得意なので、とにかくあのフランス語とかね、いろんな発音が後でちょっと聞いてみたいなと思いますけど、ぜひぜひ言語を通じて車の世界に入りましょう。そうですね、そんな感じで、じゃあちょっと早速プレイしちゃいますか。はい、お願いします。いいんですか。はい、ぜひ、あの、まあ聞いてる話だと前作も結構、あ、俺はもうプロジェクトカーズはめちゃくちゃやり込みましたよ。でコアピコでもやって、それこそあのそれから視聴者になっていただいた方たくさんいらっしゃいますので、大阪弁は喋れますかっつって、大阪弁はせんやね怪しいな大阪弁怪しいな。そう、メルシー防空言うてますね。あ、メドヘアン。すごい、今なんて言ったんですか。あ、どういたしました。あ、へえ、なるほどなるほど。ちょっとヘルメットでかいんで、ちょっと、はい、ちょっとスタッフさんちょっともらってくださいありがとうございます早速ちょっとじゃあ走っていきたいと思うんですけども、はい、今日は、用意していただいているコースと、車紹介していただいていいですか。はい、こちらのコースはウルトンパークになるんですけれども、まあ、レース好きな方は必ず知ってるイギリスのコースになるんですけれども、うん、車ですがマクラーレンの、720S になるんですが、結構まだ今年発表されたばっかの、車になるんですけれども、2月のジェネーブモーターショーで発表されまして、はい、でまあ、早速プロジェクトカーズ2に入ってますので、はい、あのまだ実際多分購入できないと思うんですけれども、カーズ2ではできます。あ、ぜひちょっとやってみてください。今日も、グラフトさんより T300RS そして武者震いレボリューションで提供していただいております。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてくださいね、武者震い、そして T300RS。 じゃあ、行っちゃいますか。お願いします。いやめちゃくちゃドキドキするな。なんかフランス語でカウントダウンとかいらないですか。あ、ちょっとお願いしていいですかフランス語のカウントダウンなんかあるんですかありますか、行きましょうか。じゃあお願いします。じゃあ、5で行きます、ね、5からお願いします、はい、これもうレース画面出してもいいんですか。
これもこの画面出して、ね、はい、もう早速出していただければと思います。おい、では皆さんカウントダウンしますよ。3、2、1、5。おい、とは足りてました今。足りてました。安心してください。じゃあちょっと、おい、これやっぱ僕プロジェクトカーズ1からやってたんでこのコースも大好きなんですけども、パワーすげえな、やっぱりこの車。あの路面がリアルって書いてるんですけれども、実はですね、はい、ものすごくこだわって作ったものになります。あの実際のコース本当にドローン撮影してフォトグラメトリーという技術で 3D に落とすんですよ、いろんな角度から。なんで実際、ウルトンパークに行っていただいた方は、まあ、はい、あの本物と変わらないという言えるぐらいの、あのリアルに聞いてる、はい、これ難しい、すげえリアル。これですよ、僕が待ってたのは。音やばいっすね、音がすごい、まあ、音ももちろん本物の車から収録されたものになります。あー、レバー立った時の音最高に気持ちいい。おー、天気が急に。ちょっと小林さんは上手くないですかね。あ、俺まあそこそこ、一応世界一レースゲームの上手いトランペッターっていうのを歌ってますね。そこはトランペッターというところがポイントですよ、ね、はい、ポイントですよ。そうじゃないと世界一になれない可能性がありますからね。おー、雨が、すげえ雨降ってきたけど、すげえ、めっちゃ滑るようになってきた。お、なぜ雨ですかね。すげえ滑る。これなんか車の動きとかもだいぶ変わりましたね、前作に比べて。あー、全然止まられなかった、すげえむずい。まあ確かに前作からレベルアップしてるところが多くてなんですけれども、はい、まあ、まずあの結構前作では日本版ではやっぱ文字が読みづらいとかっていうふうな気に入ってるファンが多かったんですけれども、はいはいはい、今回はしっかりそれをあの気にして、まあビジュアルとかも全部含めてメニューもすごく綺麗にしまして、また日本車種ちょっと少ないという意見もあって、まあ、確かに前作はちょっとそうなんですけれども、今回は、まあ、30台以上日本車種入ってまして、もうすごいいいメーカーからもうあの数たくさん入ってましたので、まあ、開発会社はイギリスになるんですけれども、本当に日本のファンも考えていただいてあの作ってますので、そこではやっぱり日本の皆さんが喜ぶんじゃないですかね。いや、喜びますよ、はい、てかちょっとこれ皆さん気づきました、今水たまりあるでしょ、そうですよ、水たまり踏んでハイドロ起こしましたよ、マジで。それはライフトラック 3.0 の魔法です。なんかライフトラックさん、ちょっと一旦走りに集中させてください。いや、させないです、すいません。なんかもう何これ、ちょっと前見えへんし、ちょっと待って。お、これなんすか、これ雪じゃないですか。雪、雪ですね。おーい、おーい、滑る、雪やん。雪と雨、素敵ですよね。素敵じゃないよ、もう大変運転する方は大変。これもう、けどいろんな状況これついていくの大変ですね。これ日本語ではその黒の愛っていう言葉ってありますかね。なんですか。黒の愛、黒の愛、黒するんですけど、後でなんか愛の気持ちが。僕は実際黒する方がすごい。じゃあ愛しましょうかね。燃えます。黒する方と愛する方、すげえ燃えます。だからあの、なんやねんこれって言いつつめちゃくちゃ燃えてる自分が、あー、水たまりが、水たまりの上でこんなハイドロ起こしたりするって今までかつて聞いたことないですね。そうですよね、前見えへんし。実はですね、あの全部物理的に計算されててですね、はい、後でも細かく説明しますが、はい、ものすごいこだわりで計算されて、あの一玉一玉計算されてるから全部車の運転に影響します。いや、ものすごいあのこだわりの家になります。すごいですね。てかほんまに前見、こんな中でレースとかできへんけど、このすごいですよね。あー、水たまり、これけど何やろ、俺多分家やったらずっと雪降らして一人で走ってると思います。すげえ楽しい。あー、水たまり、あー、水たまり、おい、もちろん時間も変わります。今ちょっと夜になってきてるんですけど。ほんまや。お、晴れてきた。
お、グリップがちょっと戻ってきた。あ、けど水たまりは残ってんねや。そうですよ。うわ、今晴れてきて、はい、危ない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 、違う違う違う、あこれで終わりですね。小部屋さんが死んでます。やばい、すごい全損レベルでバリアに突っ込んでしまった。これ水たまりですよね。これ水たまりです。すげえな。で、まあ、へこんでるところで残ってて、今は晴れるようになったから、はいはいはい、少しずつ少なくなって、まあ、消えていくんですね。まあ、乾燥していくんですね。じゃあ実際のサーキットにできる、はい、ポイントに水たまりができてるってこと。その通りです、本当に。マジか。そこまで、あの、実際のサーキット確認しながら。すごいですね。教習所全部これ置いたらいいよ。教習所絶対もうプロジェクトカーズね、置いてたら絶対いいトレーニングになりますよね。そうなると思いますよ、間違いなく。おー、ちょっと引きずっちゃった。あ、残ってる残ってる、綺麗。お、日本のサーキット走ってくださいっていうコメントなんですけど、日本のサーキット燃えてますよ。ああ、そうですよね。ああ、この俺もね、ずっと好きなんですよ、この無線でいろいろな情報を教えてくれるのが。ああ、まだ滑ってた。教習所はプロジェクトカーズ2を置くべきやな。間違いなく本当に水たまりなのか影なのか、すごいドキドキしてしまう。もうホラーゲームになってきた。これ水たまりですよね。すごいな。うえい、お疲れ様です。疲れた。すげえ、すげえわ。あ、パチパチパチ、ありがとうございます。見ました、皆さん、水たまり。こだわりまくりやん。フレッシュの方もコメントありがとうございます。天候で操作感変わるんか。めちゃくちゃ変わりました。すごいですよ。もういろんなところからコメント来てます。富士スピードウェイが入ってるって聞いたんですが、入ってるんですか。富士スピードウェイは、え、どど、分からへん分からへん分からへん。ちょ、日本語で、日本語で言ってよ。富士スピードウェイは入ってます。ちょ、貯めてから、そのなんか外国の言葉使われるのセコいわ。それセコいわ。で、実はなんですけど、はい、今回はわざと設定してたんですね。小林さんはちょっと見てない間に、全然知らなかったですよ、こんな。その天気のことちょっと私はこそこそ設定したんですけど、やらしいな。本当はあの好きな時間で好きな、はい、あの天気で、あの好きな車で好きなコースでもう全部自由、全部できますが、また同じコース同じレースの中でも4つまで違う天気を、はい、あのつけて、1回のレースで4つぐらい、そうですね、4つぐらいにして、で、まあ、時間も設定できます。あと本当自由で、まあ、本当ありえないパターンでも、はい、ドバイで雪だったりとかですね。怪奇現象ですよ、もうそれは。ドバイの雪楽しいんですよ。ドバイの雪おかしいですよ。砂漠で雪積もったりするんですか。積もりますよ。すごいな。へえ、それみんな興味津々やけど、ドバイで雪って。まあ、それもありえるんですけど、まあ、ポイントはやっぱりライフトラック 3.0 っていう新しい技術で、はい、やはりあのあれですよね、全部コース1個1個全部あのデコボコとか全部そこまで物理計算されてて、はい、でまたその、あの雨だったり雪だったり泥だったり、それも計算されてますので、なのですごいあのちょっと細かい話なんですけれども、はい、例えばラリークロスとかで、ラリークロス、泥入ってまたコースに戻って、はい、そこに泥がくっつくんですよ。泥残りますよね。残ります。残るんですか。まずそこ残りますよ。すごいですね。残るだけじゃなくて、そこから通るとき、はい、その部分だけでも運転の感覚が、はい、マジっすか。すげえな。マジでそんなに細かく設定されてるんですか。もう本当にこだわり、もう開発者がものすごい車大好きで、こだわりある人たちなんで、そこまでやるんですよ。これ前代未聞ですよね。作り込みやべえですよね、本当に。うん、本当そうです。道にも、だから道に泥が残って、うん、そこを通るときは若干滑ってしまったりとかってことですよね。マジか。だとあのタイヤトラック、もっと細かいところなんですけれども、はい、何度も何度も何度も走って、で実はあの、はい、オンラインモードではそのあのすごい長く走れる耐久レースみたいな、そうですね、あの
あるんですけれども、はい、何日間とかですね、はい、でそこにプレイヤーが入ったり出たりするんですけれども、はい、やっぱあの本物の、あの本物のレースと一緒に走るほどやっぱタイヤトラックが残るんですよね、はい、タイヤカスいっぱい残ったりしますね。で本物のレースでは、はい、例えば初日と3日目全然違うんですよ、はい、そうですね、違うかったりします、ね、一緒です、はい、それもあのゴムが残ってるのか、車ゴムが残ってそれも影響します、計算されてるんですが、はい、でだんだん、まあ、もちろんオンオフできるんですけれども、自分が走ってる車のタイヤがだんだん削っていくとか、はいはい、摩擦とかでそれ全部設定できます。全部リアルにするともう本当にリアルあのレースと変わらない状況になるんですね。マジですか。なんか予想以上すぎて すごいしか言えない。ラバーとか全部だから残って、はい、初日とてかまあ走ってるうちにグリップが落ちてきてしまったりとか、うん、その通りっていうのも計算されてると。でまあ普通にフォーミュラ1とか、まあ、決まったり車とかだとピット入ってそこ帰ったりとかももちろんできます。はい、あそうです、うん、タイヤ交換もね。それはもう前作からいろいろあったんですけども、あゴムの焼けた匂いは再現されてるんですか。それは残念ながら匂いは無理でしょ。想像力を使っていた、まあ、それとも家で何かをラバーを焼いていただければ一緒になると思いますので、もうめちゃくちゃなんかアドレナリン出そうですね。うおーってなりそうです。なんか火事だけならないように それだけはね、責任取りませんので、そうです、そろそろ乾燥する季節がやってきますからね。皆さん火器の取り扱いにはくれぐれも注意していただいて極限にリアルに近づけれるということで、すごいな。これだって実際に前作と一番違うところで言ったらそのライフトラック 3.0 導入されたっていうので、やっぱいろんなところがすごい、はい、上達されて、はい、新しい要素も多いんですけれども、まあ、一個本当に前に全くなくて今回すごいって言えるのはライフトラック 3.0 です。あ実際どうですかマジで皆さん想像以上ですよね確実に皆さん。これはいや遊びの幅が広がる、分かります。それ実際だからニュルブルクリンクとかで雪とか、だからPV でもあったんですけども、うん、とか走れたりするわけですよね。それこそいろんな車でチャレンジとかいろいろできるかもしれないですね。そうですね、レースの幅も広いんですね。そうですよね、レースの幅もフォーミュラ1だったりラリークロス、本当インディカーズ何でもほぼ入ってますので。いやこれ先ほども言ってたんですけど、ダートのところでその砂が残るとタイヤの、うんグリップ力が減ったりとか再現されてるんですよね。されてますよ。ちょっと見たい。じゃあこれ いけたりしますか。ラリークロスとかっていうことですか。ラリークロス行けますか。じゃあラリークロス行けますか。おちょっと行、はい、っていいならちょっと行きたいです俺。はい、じゃあラリークロス行きましょう。ちょっと設定していきます。あじゃあ設定お願いします。はい、皆さん聞きましたからライフトラック 3.0 の素晴らしさ宣伝。いや本当にいろんな本当にコメント来てますけども、今日フレッシュのコメントたくさん来てる、ありがとうございます。匂い機能やべえなって。そう雪のない国で雪 の環境が設定できる。もちろんだから日本のサーキットでも雪で走れるってことですよね。全てのサーキット、全てのサーキット。マジか、外出えへんくなるよみんなこれ。ずっと家の中で遊べちゃいますよこれは。あコメントに来てます。パッドにも最適化がされてるんですかっていうことで、パッドって言ったらそのゲームのあれですね、プレイステーション4とかのコントローラーのことです。あれも最適化がなってるんですよね。もちろんです。あれというと、もちろんいろんなやり方があると思うんですけれども、はい、もちろんパッドでももう本物のドライブ体験を体験できます。それもすごい綺麗に調整されてて、パッドに、まあ、最適切なコントローラー、うん、コントローラー調整を行ってますので、もちろん PS4 のパッドでも全然綺麗にレースできて、はい、それよりもうちょっと頑張りたいと思う、もうちょっと上のレベルに行きたい方々は、はい、まあ、やっぱハンドルコントローラーとか買っていただければと思います。実際やっぱハンドルコントローラーというのが一番楽しいですからね。シミュレーターゲームに関しては、ね、ますます引きこもりが増しますって言ってますね。家に引きこもってしまいますって言ってますよ。そうですよね。いろいろありますよね。そう今日は、PC 版を、使わさせていただいております。はい、本当にそうですよね。PS4 版ももちろん、はい、ございまして、PS4 版の発売日は今月、まあ、PC でもそうなんですけれども、ね、PS4 版は、はい、9月の21日木曜日になって、もうすぐじゃないですか。その1日後に、Steam バージョン、はい、ございますので、はい、ぜひとも、はい、両方とも見ていただければと思います。さあ PC 版贅沢やないか言うてますよ。確かに贅沢、いろいろありますよね。いやけど全然今現行で発売されているレーシングシミュレーターゲームの中ではやっぱり
もう団地で、団地街で、あの豪華ですね、間違いなく。収録車種でしょ、でコース、どれを取ってもやっぱりすごい。ハンコンは何部類がいいんだ、違いますよ、それハンコンは T300RS で、ハンコンの奥、このステイが武者震いでございますからね。間違い、ご間違いのないようによろしくお願いします。ハンコンは何部類がいいんだ、ちょっと面白いコメントです。35億だよ、そんな高ない、そんな高ない。そんな高ない。いやパッド勢歓迎ありがとうって来てますね。レースゲー初心者だけど予約しました、イエーイ、ありがとうございます。素晴らしい、予約しますよ、もちろんですよ。いやほんまに発売楽しみにしてますよ。いやそうですよ、いや楽しみでしかないですよね。これしばらく多分家から出ないと思います、これ発売されたら。本当に、お、そろそろじゃあ設定が、そろそろ準備できましたんで。ちなみに次に走る車とコースを教えていただいていいですか。はい、教えます。ですね、次に走る車は、はい、ホンダシビック の、 ラリークロスになります。シビック、シビックです。まあ、日本の方が大好きなシビックですね。大好きですよ。でまたあれですね、コースなんですけれども、はい、フランスのフランスロエアックですね、というラリークロスコースなんですけれども、はい、私は実際行ったことあります。本当です。実際に、はい、実際に運転したことあります。え、運転したんですか、ここ。嘘です、嘘です。違うんかい。それは言い過ぎだ。それは言い過ぎ。違うんかい、言うて。まあ、普通にお客さんとして行って、すごく楽しかったん で実際、まあ、行った時はちょっと若かったんですけれども、はい、なのでその道路の凸凹まで覚えてないんですけれども、はい、一旦、まあ、現実と景色は景色変わらないっていう話ですね。これなんか雨降ってるんですけど、当てます、うん、雨降ってますよ。なんでそんな俺劣悪な環境でずっと走ってる。大変。やっぱ小林さん大好きで、ちょっと苦しませたいと思います。よしよしよし、言ってくれるじゃないか、言ってくれるじゃないか、キャンディーさんよ。ちょっとじゃあ行きますか。じゃあちょっと始めたいと思います。ここから OK ですね。うわ、シビックや、新型じゃないですか。それも新型です。あ、音やばいな。おめっちゃインカットしちゃってるけど、あ、すげえ、アスファルトに変わった瞬間の。実は対戦相手のレベルを中ぐらいにしてたんですけれども、はい、あ、中ですかこれ。やっぱ一番難しくした方が良かったんだ。あー、やってもうた、戻ってこい。アスファルトになった瞬間がやっぱりすごい気持ちいい。やっぱそうですよね。私も個人的にラリークロス結構好きで。あ、僕も大好きですよ。やっぱそのドリフトとスライドと、はい、それの調整ですね。やっぱその車の動き感じるんじゃないですかね、はい、体で。そこが一番気持ちいいんですよ。これって一回インコースに入らないといけないとかあるんですか。あ、入らないといけないわけじゃないんですけど、入れます。おいおい、おー、しくったー。あー、つまずいたー。やっても、今はクイックプレイで、はい、もっと自由に走るだけなんですけども、あとキャリアモードとかあって、そこでやはり本物のレースみたいに、まあ、ピット入ってくださいとかって指示来たり、従わないと点数が下がったりとかいろいろあるんですけれども。へー、あー、めっちゃ楽しい。わあ、めっちゃいい。小林さんうまいって皆さん書いてますよ。もっと言って、もっと言って。言わないでください。うわ、これなんていうのかな、言ったらプロジェクトカーズって今まではアスファルトの上のサーキットが基本だったじゃないですか。で、初めてラリークロスが入って、そのレーシングシミュレーターが出すラリークロスをすごい期待してたんですよ。そうです。めちゃくちゃ楽しいです、これは。楽しいです。めっちゃ楽しいですよ、みんなこれ。あ、ちなみに1個質問あったんですけど、なんですか？プロジェクトカーズ2のオンラインは最大何人ですかって聞かれたんですけれども、はい、ですね、PS4 版は
行っちゃっていいんですか。お、いいんですか。いいんですか。お、大丈夫そうですよ。本当ですか。はい、本当ですか。はい、何百人まで行けますか。何千何百。じゃあ PS4 版は16 person です。はあ、16人まで。16人まで。PS4 版は16人までで、PC 版は35億ですか。近かったんですね。近い。ちょっと近いです、ね。PC 版は32人まで。おお、すごい。なので楽しく皆さんお友達とやっていただければと思います。35億とかもコースに入らへんからみんな。入れますけどちょっと動かれへん。ちょっとぐらい渋滞。渋滞、レースで渋滞って、それもどうかと思いますけど。やべ、めっちゃ楽しいですよこれ。本当ですか。やっぱありがとうございます。一作目大好きだった小林さんにそう言われるとやっぱちょっと、だから言ったらちょっと調子乗ります。ちょっとでしょ。ギャンディギャンディ、ちょっと面白くなってきましたね。けど実際そのレーシングシミュレーターとされる、言ったらアスファルトの上のシミュレーターとされてきたゲームタイトルがこういうラリークロスを、走行できるっていうのはすごいやっぱり、なんていうの、興味が本当にあって、じゃあ乗ってみた感覚としても、なんていうのかな、すげえナチュラルって言ったら、なんやろ、なんか想像できる。僕実際ラリーもやったことあるんですよ。ラリーもやったことあって、ラリーとアスファルトのサーキット、まあ軽自動車の耐久レースやったんですけども、それでやったことがあるんですけど、結構感覚的には近い感じで走れました。これちなみにリプレイとかって見れますか。見れますよ。ちょっとじゃあリプレイちょっとお見せしましょうか。これでここでじゃあちょっとリプレイを。おお、すげえ、ワイパーしてるよ、ワイパー。そうですね。でこうやってですね、もちろん保存したりとか、はい、もちろんできますし、はい、あとまあ普通にですね止めて、お、巻き戻して、お、なるほど、前の方行って、あ、早送りができて、早送りができてですね。でそれだけではなくて、まあ、視点も変えられますよ。こうやって全てのカメラ使うことができてですね。お、泥がすげえ。泥が、この泥の一粒一粒全部計算されてますよ。マジっすか。うん、パネ。素晴らしいですね。すげー。私は本当にプロジェクトカース2と出会う前に、はい、泥にこんなに関心持てるって思わなかったです。けどそうですよね。泥に関してね、こんなに関心を。ですよね。すげえ、パネ。まあ、普通にあとマップ見たりとか全部、これは私個人的に一番好きですね。コースサイドのカメラです、ね。ああ、これなんか本物っぽいですよね。まあ、そうですね。あれ、あとこれも消せますので、なるほど、これ消して、まあ、撮影したり、まあ、あれ、保存したりとかも、写真撮れたりするんですか。写真とかも撮れます。はい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 。ああ、やってもた、恥ずかしい。ちょっと早送りしてほしい。ちょっと思いました。いや、まあ、その普通にテレビで見るようなコースサイドのカメラになります。へえ、それでも1位ですね。悪くないんですよ、小林さん。もっと言ってください。悪くないんですよ、小林さん。これもひとえにプロジェクトカーズ2さんのおかげでございます。あ、これ泥の跳ね方すごいですよね。そう、細かく見るとなんか残りますよ、泥とか。へえ、そこに、まあ、ちょっと飛んでる。運転免許持ってます。あ、ギリ持ってます。大丈夫です。持ってます持ってます。でまあ、コースに、はい、細かく見るとコースに残りますから、はい、泥とか。それ全部影響します。でもちろん車も見て、はい、本当に運転免許持ってます。持ってます、持ってます。本当ですか。すいません、持ってます。失礼しました。いい。うーわ。はい、デリプレイはこんな感じになります。すごいよ、これみんなやばない。いや、ほんまにすごいで、これ。こんなギュンギュン動くんか。いや、ほんま動きます。すごいシビア、そしてクイックに動いてくれます。すごい、なんていうのかな、自分の思ってる動きをそのままできますね。泥のクオリティやべーってきてますね。最近のレースゲームってこんなんなんか言うて、驚きのコメントも来てます。予約してきたって。予約してきた、ありがとうございました。すげー嬉しいです。早いな、みんな。すげえな。あ、SNS に画像アップできたり。あ、これはけどプレイステーションだったらそのままシェアボタンでできるんじゃないですかね。あ、そうですよね。はい、いやー、本当にたくさんいいコメントをね、今日はたくさんいただいてありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、ライフトラック 3.0 の素晴らしさであり。プロトタイプマシーンとか見たい。
プロトタイプマシンは実は入ってます。マジ入ってます。やべえいやこれは皆さん実際どうですか、見てみて。ちょっとラリーカーらしい動き、いやラリーカーの動きですよ、まんま。あ、僕のドライビングはいかがですか、僕に聞いてるんでしょうか。これでは本当に言ったままに操作がしやすいっていうか、もうなんていうの、自分が思ってるように操作できるって、これは本当にすごいことだと思います。あ、言っても僕もレース、昔はレーサーを目指していろいろやってたんですけども、草レースに出たりとかする。実はそういう話が面白いんですけれども、はい、前作で実際前作プロジェクトカーズ1をずっとやっていただいて、はい、結局プロレーサーになった方を実際本当にいます、なるほどなるほど。でそれほどリアルシミュレーターということで、もう本当にこれでまず勉強して、はい、その後プロになれるっていうのがやっぱ素晴らしいソフトだなって確かに言えますね。確かに確かに確かに、これはもうみんな本当予約確定、あ、購入確定いただいております。ありがとうございます。ちなみに操作に関しまして、先話しなったんですけれども、はい、やはり、まあ、前作の一つの批判点なんですけれども、はい、最初からゲームすぐスタートしてすぐ走りたいと思って、はいはい、すぐスタートしたらすごい気持ちよく運転できなかったんですね。まずちょっといろんな、はい、細かいとこをいじってチューニングとかして、はい、そうでした、サスペンションとかだったりですね、やりました。そこはちょっと批判されましたので、今回はもちろんその車大好きな皆さんのような方に対しては全部のカスタマイズも前作と同じく入ってますが、ですが今回はデフォルトセッティング、最初のセッティングは結構綺麗に走れる車になってますので、まあ、あんまり最初やってみたいという方も、はい、あんまりそこを気にせずに、なるほどなるほど、チューニングとか細かいところ気にせずにも全然できます。もちろんチューニングしたかったら、そうですよね、めちゃくちゃ細かく、プロジェクトカーズといえばタイヤの空気圧でしょ、はい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 、サスペンション高、そしてバンプの設定の柔らかい、でその硬いの、なんていうのかな、リバウンドの設定かとか、本当にあと燃料の乗せる量とか、本当に細かく、とにかくなんか僕が知ってるレースゲームの中で一番細かく設定できるのがプロジェクトカーズだと思って、そこはメリットなんですけれども、はい、やはりその最初に入ってくる人にとっては簡単にそのいいセッティングできるような、結構知識がないと確かに難しかったところありました。で、まあ、初心者向けの部分もありまして、ね、あ、なるほど、もちろんそのコーナリングの矢印とか、あ、そう、出てましたよね。そうですよね。あ、それよりも床に出るやつです。あ、そうなんですか。トレーニングしたい場合はですね、はい、このコースは一番完璧にどうやって走れますかというと、はい、その矢印の設定をオンにしていただくだけで、はい、床にそのこのコーナリング一番綺麗に曲がるようにこうやって入ってとか、早すぎたら赤くなるんですね。あ、なるほど、ここやったらブレーキだよみたいな、ブレーキだよとかっていうふうにすごい調整できるようなもので、私も全然そこまでまあ、レースゲーム好きなんですけれども、はい、物によってやはりちょっとコース分かんないとか、それともまあ、レディフォースは分かるんですけれども、例えばフォーミュラ1とかちょっと下手なんで、難しいですよね。フォーミュラ1は下手で、それがあるとめっちゃ助かります。なるほどなるほど。さっきもこれ言ってたんですけど、この最初の動画で流れたんですけど、早期購入特典とかっていうのがあるって流れてましたけど、あれのことについては何かあるんですか。はい、早期購入特典なんですけれども、はい、ですね、PC 版ではプレイオーダー特典になりますので、ぜひプレイオーダーしていただければと思いますけれども、はい、まあ、前作で少ないって言われた日本車種なんですけれども、はい、4台の人気日本車種が入っているプロダクトコードあるんですけれども、ね、はい、まあ、詳細は公式サイトとか見ていただければと思いますけれども、僕が見た中ではシビックでしょ、で N1 の時の R さんに GTR、 これはでかい、スカイラインです、スカイライン、スカイライン入ってます。見た瞬間にうおーってなりましたね。もういち早くスゴとかで運転したくなりましたね、僕は。すごいテンション上がりました。なんか他にもいろいろ入ってるということで、いや入ってます、ぜひ、まあ、PB だったり、あと、まあ、その公式サイト見ていただければ全部細かく書いてありますので、はい、まあ、PC 版だけはプレオーダーボーナス なり、PS4 は早期購入特典になりますので、はい、PS4 はもうちょっと余裕あるんですけれども、はい、PC の皆さんぜひお早めにプレオーダーしていただければと思います。ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そのぜひその中から走ってみたいんですけど、その早期購入特典の中から走ってみたいなと思って、ダメですか。そうですね、フランス語でお願いしますって言っていただければ全然わからん全然わからへんし、めっちゃちょっと Google 翻訳出しようかな待ってます待ってますいや素直にやらせてください。シートプレシートプレなので、もう一回やらせてください、シートプレとかってぐらい言っていただけたら、シートプレ
やらせてください。めんどくさい、めんどくさい。もうええやん。え、けど実際ちょっと走ったりすること、この開発会社もこだわられるんですけど、はい、もちろんフランス語に対してこだわられますのでお願いします。やらせてください。シートプレイ、お、エロいって書いてあるんですけど、やばいんじゃないですかね。じゃあやばくない、めんどくさい、やば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 い、やりましょう、やりましょう。ゲーム、ゲームをやりましょう。ゲームえ、ちなみになんですけど、その、え、いいんですか、その早期購入特典の車ですよね、大丈夫ですか。大丈夫です。おい、来ました。やっぱ小林さんは大好きなんで、特別で言うてくれる、お前ちょっと、許します。いや、ありがとうございます。けど、気になるところではありますよね。ちなみに、何の車がいい、あの、いい、走らせていただける車の中では大丈夫なやつですか。それをちょっと考えさせてください。え、よ、弱ったな、弱ったな、弱ったな。あ、けどちょっとコメントのことちょっと拾っていきたいんですけれども、さっきあのプロジェクトカーズ1の時、ブレーキをね、引っ張ったまま、言うたらブレーキを残しながらコーナーに入っていた時の、めちゃくちゃ急にアンダーステアが、オーバーステアが出て、あのスピンしてしまったりとかあったんですけども、割と落ち着いてますよ皆さん。あのセッティングでまたいろいろ変わったりすると思うんですけども、基本的にはあの乗りやすい設定に、乗りやすいって言ったら違うな、もっとリアルな方に寄ってます。ほう、おっちゃんペース、モテ遊ばれとる。いや、モテ遊ばれましたよ俺。あ、スゴーが見てみたいですってコメントめっちゃ来てますよ。なるほどね、スゴー走りたいな。これちなみにいろいろちょっと設定があるので、ちょっと待っていただきたいんです。すぐ後で走りたいっていう、なんかコメントいっぱい来てるんですけど、後でちょっとすぐ走っていいですか。ちょっと考えさせて。ちょっとみんな、ちょっとみんな頑張ってお願いして、俺の力だけじゃ。なんて、さっきなんて言ったっけ、お願いしますの後に、なんてシルブブレみたいなやつをお願いしますみたいなやつ、なんかちょっとみんな言って言ってくださいね。じゃあみんなに任せます。すぐ楽しみ、いいのかな、シルブブレ、すぐ入ってるとか、すごーっつって、お願いしますブレっつって来てますね。拾っちゃった、ごめん。お願いします、じらす。いやー、けどいろんなサーキット入ってるんですけども、合計で何サーキットって言ったらどれぐらいのサーキット入ってるんですか。ですね、あの合計60コースあるんですけれども、はい、60って言ってもですね、各コースにいろんなレイアウトがあるんですね。ああ、そうですよね。なのでドバイでもなんかいろんな1個、2個、3個、3つぐらいかな、ありますよね。あ、その通りです。ですね、やはりあの合計100ですね。100です。100レイアウト、100レイアウト、すげえ。なのでもうたっぷりあります、本当に。あの全世界のコースが入ってます。実はあのちょっと告白したいんですけども、前作でコースがあまりにも多くて、あのまだ攻略できてないサーキットが実はまだぐらい、さらにまた増えてるってことですよね。そうですよね。参ったな、これ家から一等分出えへんな俺。いやー、これはもう設定が OK っていうことですか。設定 OK です。ちょっとで、これどんな車かというとですね、はい、ホンダの、はい、2&4 コンセプトです。2&4 コンセプト、そうです。これあのモーターショーで出てた車じゃないですか。出てたんですよ、はい、ですよね。これあのぶっちゃけちゃうと、僕のお姉ちゃん あの旦那さんがあの開発に携わった車なんです。実は本当ですか。本当ちょっとだから、まあ、運命を感じてこれ選んだのでドキッとしてますけども。あ、本当ですか。ちょっと乗りたいです。じゃあ運命ですね。これだからバイクのエンジン、うん、今ちょっとスルーしてます。一旦スルーしますよ。なんか若干苦い顔してた。一旦スルーして、バイクのエンジンを積んだ四輪車っていうのコンセプトですね。一人乗りの。よくご存知ですね。いや、だってあのいろいろ資料いただいて見させていただきました。これもじゃちょっと乗ってみたいと思います。でコースはやはりドバイになるんですけれども、おい、ドバイ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 をどんな風に走るんですか。ドバイは秘密です。おい、言ってくれるじゃないの。見てみてください。けど今のところなんかそんなあれじゃないですけどもね、晴れじゃないですかこれは。うん、晴れです、ね、めっちゃかっこいい。晴れですね、あれ。じゃあ多分サプライズないかもしれないですね。しらしらしいよ。あ、始まった。おお。あ、すげえバイクのエンジンの音。この車が結構私も何回か
走ってたんですけど、はい、あの実際の車じゃなくてゲームの中でですね今回は。でそれは結構なんか軽くて、その軽さもゲームの中でも感じられますよね。感じますね。この特にコーナー曲がる時のやっぱそうですよね、そうすごい機敏さがすごいですね。あ、落ち着いて落ち着いて、戻って戻って、おいでおいで。ドバイはドバイと走るっていうコメントあったんですけど、ちょっと可愛いですね。いやいいですね。はい、行きましょう。あ、音やばいな。でもやっぱコクピット視点いいね。これいろんな視点から見てみてもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。視覚ボタンを押せば。今回はヘルメットも開いてますよ。ヘルメット。でヘルメットの視点になると、やっぱあの音とかも変わりますよ。そうですよね。あー、むずい。今回あの前作と違ってアクセルオンの時のオーバーステアがすごいあの綺麗になってますね。前作ではなんかオーバーステアっていうよりかはなんか片輪だけ空転してるような感覚のオーバーステアだったんですけど、確かちょっとそうだったんですよ、はい、だいぶそこら辺も好きなセッティングになってますね。みんなブレーキ甘いな、シビア。ここむずいよね。お、なんか電気変わってきたんですか。ドバイで雪来るんちゃうんこれ。ドバイの雪来るんちゃうんこれ。だって絶対ドバイでこんな天候ありえへんやろ。白いのチラチラしてるし。怪奇現象起こるんちゃうこれみんな。わあ、なんか急に滑り出したぞ。わあ、集中しちゃうな運転に。やっぱなんか世界の終わり感がありますよね。秀逸なコメントいただきました皆さん。やばいみんな、あ、全然グリップせん、なにこれ。おかしいやろこれ。世界の終わり感、うわー来たよ、みんな吹雪になってきたよ。積もってるよ車に雪が。積もります。すげえ。ああ、見失ってた。なんて言っても僕あのプロジェクトカーズシリーズで好きなのがタイヤのスキル音とサスペンションが動いた時の音。おお、すげえ綺麗。ちなみに画面の右下にそのタイヤの状況があるんですけど、本当ですね。本当はダメージをオフにしているので、はい、まあ、全然デフォルトでオンになってますので、はい、走るほどやっぱそのタイヤとかも気にしないといけないですね。燃料とかですね。綺麗な、おい、そんなことできちゃうやん。できちゃいますよ。あ、なるほど。あの同じことをあのそのドライバー視点でもできますよ。え、前ですか。やってみてください。お、ちょ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 、おい、あ、横向いたり、すごいな。あ、水たまりができてる。みんなドバイに水たまりできてるよ。世界の終わりやな、これはもう。世界の終わり。雪降るし、お、こんなところに水たまりができねえ、ドバイは。わあ、危ない。もう水たまりが怖い。これやべえな。お、Day After Tomorrow っていう英語を思い出します。うわあ、むずいな。この水しぶきの跳ね方がやっぱすごい綺麗ですね。そうですね。そこはで右見るともう完全に砂漠で、そうですよね。だからもう世界の終わりなんじゃないですかねっていう。この水しぶきの上がり方。ああむずい。まだ若干ウェットなんがむずい。あーあー、うわ外滑る。ああ水たまり。これは水たまりにすごい恐怖心を覚えるな。おーい。
なんかコメントあったんですけど、はい、やっぱコースのデコボコに、はい、まあ、水溜まるんですかねっていう話で、まあ、もちろんそうですね、はい、まずそこから溜まって、はい、でまあ、降るほどなんかもっと大きくなってそこから出てしまうという、全部物理計算でものすごく綺麗にシミュレートされてますので、なるほどなるほど。ちょっと最後の石は晴れてきたんでちょっとアタックします。あと初心者に難しそうっていう話があるんですけれども、まあそういう部分もあるかもしれないですけども、やはり全ていろんなツールがあってですね、あの初心者も全然簡単に最初あの勉強できるようなレベルで、まあ、下の矢印だったり、あとまあ敵の、レベルとか全然下げることができますし、あと一人で走ったりとかですね、で普通にトレーニングするような機能もたくさん入ってますので、ぜひ、まあ、あの初心者の方もちょっと挑戦していただければなと思います。前作であったんですけども、そのコーナーの手前になったら自動でブレーキ踏んでくれたりとかっていうのは、まあ、そういう機能も入ってます。あ、残ってるんですか。ブレーキアシストですね。ブレーキアシスト、そうですね、はい、入ってます入ってます、全然入ってます。あ、じゃあ本当に初心者でも全然楽しめそうですね、はい、まあ、小林さんはちょっと素敵なドライバーなんで、いや言うてくれるじゃないの。だから全部オフにしたんですけどABS もついてへんねんもん、これ滑るでしょほんまに。ABS ついてへんからもう全然まっすぐ行っちゃうでしょ。お、水たまり怖いな。なんて言ってもやっぱ綺麗ですね。これ 4K で出力できたらほんまに 4K テレビとプレイステーション4 Pro でやりたいな、ほんまに。そうですね、綺麗やろうな。あ、 PS4 Pro で綺麗になります。でフレームレートの関係もあって、それの差がすごいな。ブレーキ残して入っても全然挙動乱れないでしょ皆さん。これ俺前作ですごい気になってた点なんですけど、そうです、今回は全然。結構前作のファンに言われたんですよね、そういうところは。やはりいきますよ。ブレーキ残りしながら入っても、おい、ちょっと路面が危なかったけど全然大丈夫ですよ。そんな変な出方ではない。お疲れ様です。イエス、よくできました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとすみません、上目線になってしまったんですけど。全然全然全然、それにしても日本語上手ですね。ありがとうございます。すごいな、や、気になる。ちなみにホンダってフランス語でなんて言うんですか。オンダ。あ、オンダになるんですか。オンダ、やっぱ H は読まないんです。ああ、そうそうそう。 ルノーは何。フノ。え、フノ。フ、フノ。むずいむずい。じゃあ、プジョー、プジョーは。プジョー。あ、プジョー、プジョーなんだ。プジョー。へぇー。もうすごいいろいろ気になる。ルノーもう一度。ルノー。ルノー。ハ、ハ、ハノー。ハ、そうそう。むずい、むずい、むずい。むずい、いやー、いろいろありがとうございます。けど、まあ実際こうやって、購入特典の車も、すごいですね。これだって、実際には、発売もしてないし、コンセプトもないし、そうそうそう、コンセプトが、そんな車が乗れるなんて本当に素晴らしいなと思います、はい、いやけどこれもっとあるんですけど、日本車もこう気になるところ、あ、違うわ、それはまた後でちょっといきます、ごめんなさい。その前、その前、先走りすぎじゃないですか、ね、俺も日本車が気になって気になって、すぐ早く走りたいなっていうのもあるんですけども、なんかいろんなモードがあるっていうのをお聞きしたんですけども、これはクイックレースモードみたいな。あ、そうですね、クイックプレイです、ね、クイックプレイですね。これクイックプレイで、まあ、このモードの、まあ、基礎的な部分は好きなコースで、はい、好きな車で、はい、好きな気候で、好きな時間で、はいはい、走れる、好きな風に適度が全部設定されて、はい、走れます。それクイックプレイの、まあ、基礎的な部分なんですけれども、はい、それと別にキャリアモードがあります。キャリアモード、キャリアモードです、ね、これまあ前作でもありましたよね。はい、前作でもキャリアモードずっと僕続けてますけども、うん、いろんなサーキットで指定された車で、まあ、とりあえずいいポジション、予選フリー走行して予選して決勝していいポジションを取って帰ってくるっていう、いわゆるそういうキャリアのモードってことですよね。そうですね。前作より少しレベルアップしてるんですけど、まあ、対応性が結構いろんな入ってます。早速見せましょうか。あ、じゃあお願いします。前作ってキャリアモード始めたらまずカートから始めて、でだんだんステップアップで四輪車になって、で時たまなんかフォーミュラーみたいな車に乗れたりとか、そういうイメージでしたよね皆さん。小林オーバー気味だよ。アクセルコントロール本当に繊細ですよ皆さん。面白い。これいいタイミングで Q くださいね。
英語発音じゃ、あ、なるほど、ドイツ発音は無理、なるほど。あ、そう、トヨタ86も入る予定です。 GT4 クラスと、そうですね。わ、たくさんの方ありがとうございます。バイクの音やべえ、やばかったですよね。わかります。まさかドバイで雪が降るとは。マジ怪奇現象です。世界の終わり世界の終わりですよ。お、なんかいろいろ設定してますね。ちょっと、大丈夫です。ああ、そうですね。キーボードが必要になってしまって。いえいえ、どうぞ。皆さん、なんか今の間に少し質問なんかあったらお受けしますよ。簡単な質問であれば。GT4 や TCR クラスも収録されてますか？GT4 は前作も入ってましたもんね。あ、入ってます。今回も入ってますよね。GT4 入ってます。あ、入ってる。はい、では早速画面を切り替えてください、スタッフさん。あれ、なんか増えてませんか？増えてませんかね。めっちゃ増えてますよね。はい、これはキャリアモードの画面になっております。はい、でこうやっていろんな、ま、ジャンルがあるんですけれども、はい、まあ、いろんなクラスがありましたですね。で、はい、次々、ま、アンロックされるんですけれども、はい、鍵かかってることはやっぱ一番なんかレベルアップされてるクラスなんで、そこまでちょっと頑張らないといけないという意味になるんですが、でまた本当にジネッタだったりですね、ルール、ホノだったりですね、まあ、ポルシェだったりとか、さっきの GT4 とかも入っております。なるほど。まあ、こういった、まあ、全世界にあるいろんな、はい、もうチャンピオンシップとかキャリアとかみたいな話で、はいはい、まあ、最初から入って、でまあ、一つの自分の名前作るんですね、はい、例えば小林さんは小林さんで入っていただければと思います、はいはい、でそれで少しずつ、まあ、レースやってレースやって、はい、まあ、世界で有名になっていくんですね。でそれで次のクラス行けるようになるんです、ね、はい、でそこに、まあ、ご覧の通りちょっとなんか道があるんですね、はい、だんだ ん, なんか次のクラスまで行けてですね、レベルアップして、レベルアップするんですね。でも最終的にレースヒーローになれますよ、小林さんは。おい、なりたい、リー君についてなりたい、俺も。これ何と読むんですか？ルノー、じゃあフォーミュラフノー。何と読むんですか？フォーミュラフノー。いけた、アウト、セーフ。ちょい違うんだよ。フォーミュラフノー。フォーミュラフノー。これ終わりあんの、これ。正解はどこにあるの、これ。じゃあ今回はちょっとポルシェでいきましょう。おい、ポルシェ入ってるんですね、今作。ポルシェ。来た、ポルシェ。ケイマンカップ。おお、ケイマン。ケイマンです。これ大好きですよ、ケイマン。ケイブマンじゃなくて、ケイマンです。あ、ケイマン。OK。ケイマン、俺大好きですよ。本当ですか？はい。持ってます。持ちたいですよね。持ちたいですよね。将来的には。いや、持ってますよ。いや、頑張ります、本当に。じゃあまず。初心者だけど、T300RS は買い？あ、買いです。俺は本当に買いだと思います。T300RS 本当に素晴らしい機体ですので、ぜひ皆さんチェックしてください。これは。で、こうやってなんですけども、おユーロカップ、おそれとも US カップ。おお、すごい。どっちがいいんですかね。いや、やっぱりユーロカップじゃないですか、これは。正解ですね。いや、本当にドイツの車ですからね。まずどこに行くんですか、サーキットに行くとすれば。それはお楽しみにしててください。けど書いてますけどね。レッドブル書いてません。いきなりレッドブルリンクから行くのすごいな。レッドブルリンク入ってるんですね、てか。まずそこにびっくりですね。じゃああ、これですね。もちろんコースによってとか、はい、レースによってちょっと選べる車が限られるんですけれども、はい、まあ、それでも色とか多分、はい、色も選べない可能性があります。あ、なるほど。そのやっぱリアルなコースなんで、はい、そのコースだけで許される範囲でしか選べないようになるんですね、はい、あ、色を選べたんですか。すげえ、めっちゃかっこいいやん。お好きな色にしていただければと思います。めっちゃかっこいい。おー、ファルケン入ってる、すげえかっこいい。やっぱ俺この色が好きだな。契約を結ぶ。契約結んでください。いや、ありがとうございます。これで始めるということで。そうです。さあ、行きましょう。いやー、レッドブルーすごいな。こんなに緑生い茂ってんねや、山の中なんですね。改めて見るとやっぱすごいな。レッドブルーリンクはね、いろんな他のレースゲームでも走ったことありますけども、結構好きなサーキットですよね。あ、本当ですか。はい、このショートトラックですね。
わ、めっちゃいっぱいおるやん。すごいね。この時あのラジオでいろいろ指示されますので、はい、それを聞くともっと点数上がりますので。そうですね。うわどっち行こうかな。ホワイトライン怖いな。すごいグリップ感じる。やっぱ上り坂とかバンクなってる時のグリップのかかり方がやっぱすごいですね。すごい気持ちいい。曲がってるって気持ちになる。お、道開けてくれた。あー危ない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 。アグレッシブです、ね、アグレッシブです。あーみんなやめてやめて、ここにいますよ。あーやばい、ちょっとトップと差が離れちまった。すごいな、とっさの判断すげえわ。 AI 頭めっちゃ良さそうですね。いや AI はかなりあの前作に、前作も良かったんですけど、今回さらにレベルアップしてるって気がします。前作はレベルを上げると僕はあの勝てないっていうぐらいレベル高かったのを覚えてます。すごいなと思って。まあ、クイックプレイで設定できるんですけども、今回は徐々に多分上がっていくと思うんですよ。なるほど。キャリアモードの特徴はそれですね。ここの少しずつレースヒーローになることです。ここの G のかかり方好きやわ。うわ家でやり込みて。あちょっと突っ込んだ。やばいやばいやばい、ミスったミスった。ちょっと外に出た時のグリップの低下具合がすごいですね。遠赤とか遠赤の外側かな、行った時のグリップの落ち方がやっぱすごいですね。そうですね、感じますよねそこは。気持ちいい。 やっぱケイマン動き方すごい好きやな。動き気持ちいいんですもんね、ケイマンは。ケイマンいいですね。これ直帰して買わなきゃ。本当ですね。一旦宝くじ買いに行きます。宝くじやっぱ毎週頑張ってみないと。そうですね。いやこんなん乗れたらいいな。ここむずいねんな、下りながら。あ、ピット入らないんですか。あ、なんか言ってました。いや、多分言ってないんですけども、言わなくても入れるんですけど。ピットは入らないですね、だとすれば。あー、レースが終わっちゃった。ちょっと1位にならないような。いや難しかったな。トラップだったんですね。いやあ、けどすげえ楽しかった。皆さんどうですかこれ。ハンドルの中心テープがいいですよね。ああいうちょっとしたね、そういうところがいいんですよね。いやあ、演出ですね。セルフペンナーやるんか言ってます。ありがとうございます。いやーやばいな。どうだったんですか。え、ちょっと早速感想をいただけると。これ AI と、まあ、ちゃんとこうやって走ったんですけども、やっぱり前作もそうだったんですけども、ちゃんと道を開けてくれる、塞いでくれる、いやちゃんとした、ちゃんと考えてくれてる、ね、なんかここにおるから勝手にどいてくれるとかではないので、うん、結構そこら辺が好きですね、やっぱり。で、各車のあれですね、その運転のうまさっていう、はい、レベルがあって、はい、でまたアグレッシブさっていうレベルがあるんです、はい、両方ともまあクイックプレイなどだったら全部設定できます、はい、あ、なるほど、その場で。すごく運転下手だけどアグレッシブとかもできます。なるほど、ちょっと楽しそうですけど。そうですね、 AI の車もかっこよくて、それに見とれて自己理想アグレッシブさを減らすほど、はい、すごい丁寧っていうか、そのまあやっぱ本物のレースでも、はい、近づくとちょっと横に寄せたりとか、ね、いろいろあるんですけれども、はい、そういったレースマナーを守りながら。そうですね、これいいコメントあったのでちょっと読みたいんですけど、うん、接待 AI じゃないねっていうので。そうなんですよ、接待ではないです。ちゃんと勝負してくれる AI ということで、すごい僕楽しかったな。いや本当にいいコメントたくさん今日はいただいてありがとうございます。すごい素敵なファンを持ちですね。いやー本当におかげさまで。これ皆様のおかげで。いや言うてくれ、言うじゃないですかもう、うん、いやうまく拾えない。私は日本、日本人ではなく、はい、
ユーロピアンなんですけれども、はい、だからちょっと思ってないこと言わないんですよ。あ、その直接なんかこう聞くと日本人にツッコミみたいに聞こえるんですけど、はいはい、一切そういうわけじゃなくて、逆にヨーロピアンはあんまなんか思ってることを素直に口に出す。そうですね、そういうフランクさをちょっとアピールしたいと思います。あ、よいしょよいしょって言ってますけど、そういうことじゃないということですね。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ポルシェやっぱいいですね。音も良かった。いいポルシェいいんですよ本当。これヘッドホンしてやりたいですね。そうですよね。ヘッドホンとかしてやったらすごい集中して、なんかゲーム内にすごいのめり込んでしまいそうです。もう家出ないんじゃないですか。いや本当家出ないと思います。彼女さんもないんじゃないですか。いやそういうのはちょっとやめておきましょうか。ね、彼女とかそういうのではないですね。ずっと一人ぼっちで家にいますから俺はずっと。いたらいいですけども、ということで、ではではでは、先ほどもありましたけども、スゴを走りたいっていうあのお客さんのコメントちょっとありましたけど、すぐ走っていいですか。走りたいです。ちょっと考えさせてください。まずですね、このパターンか、私のおすすめの車はって聞かれたんですけど、それ答えたいんですけど、お私のおすすめの車ですね、難しい、このゲーム本当難しい、いろんな車が入ってって、でもやっぱりちょっとまだ発売されてないので、やっぱマクラーレンの、あーそうですよね、720S がまだ実際発売されてなくて、もう新しすぎて、なるほどなるほど、なんかそれ、まあ、他の車もやるんですけど、それ、はい、ちょっと常にそこ行っちゃうみたいな、なるほどなるほど、そこに惹かれるっていうところがあるんですね。いや、ぜひあの試していただければと思います。なんかあの外国の言葉でコメントをいただいております。あ、はい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 、なんか誰か翻訳して打ったんでしょうね。なんて書いてあるんですか、あれ。すごシルブプレ、はい、すごプリーズって、あ、なるほどなるほど、すぐ走ってくださいってフランス語で打ったんですね。いや、そしたらね、でもフランス語もいけますよね。いや俺ね、あの外国の実際にブラジルの方とか韓国の方とかコメントくださるんですけども、母国語で書かれるから読めないから分かんないです。日本語で書いてくれたらコメント返せるんですけどもね。あ、すごいお願いしますよ、スリスリって。じゃこれだけお願いされたから断ろうかな。断んのかい、断んのかい、やらんのかい。くそ、みんなあかんかったよ、どうしよう。けどなんかせっかくなんで、あのギャンディさんもちょっと走ってくださいよっていうのあるから、ちょっと勝負しましょうよ。勝負しますか。ちょっとみんな勝負したい、なんか勝負したいです。タイムアタック勝負しましょうよ。完全に自分の、いや俺ちょっと 1秒でも多くプレイしたいね、今この間に。勝負しましょう。勝ったら負けますよ小林さん。勝負に勝ったらすごいで、ああいいね、タイムアタックいいじゃないですか。勝負に勝ったらすごいで勝負しましょう。じゃあ私が勝ったら小林さんもちょっとお裸で。はぁ、いいっすよいいっすよ、別にいいっすよ。やってやりますよ、何だって。どうします。すごいのためなら何でもしますから。これだって視聴者はすごいがこれあれでしょ、なんか元レーサーとかだったらどうします。え元レーサー、俺けどなんかその体型でレーサーはないと思うから多分大丈夫やと思う。俺昔痩せてて。嘘でしょ。レースやめて何キロぐらいだったんですか昔。あ、昔はだいたい30ぐらいだった。軽すぎて、それは嘘やわ。それはおかしいわ。30はないわ。今何キロぐらいあるんですか。今はやっぱり 720S。 盛りすぎますね。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。よし、なんかファンたちから脱げ脱げ脱げって感じ。違う、やめやめ、盛り上がってんじゃないですか。盛り上がってない盛り上がってない、違う、子供の頃ですよね。あの楽しかったですって。真っ赤になったんですね。何がですか。顔が。え、俺が。そうです。どこ拾ってんねん。何拾っとんねん。ちゃう、焼けてんねん。これちょっと沖縄行ってきまして焼けておりますよ。恥ずかしがり屋さんですね。いや、ちょっとだけシャイでございますけど。一応ステージの上に立つ人間なんですけどね。え、ちょっとスゴで勝負できますか。じゃあ、俺が勝ったらスゴなのか。最低限20人がシルプレって書いていただければそれでいきます。それ何得やねん。それでいきます。じゃあみんなシルプレってちょっと書いて。ほんと最低限20人ですよ。20人や、20人、最低限数えますから、ちゃんと。じゃなかったら絶対断れますから。みんな書いて、みんな書いて書いて。1、2。さあ、YouTube の方までね。3、4、5、6、7、8。じゃこれ同じ人がやってるやん、これ。ちょい。同じ人やってる。あ、ほら、ジャパニーズ土下座の人いますよ、土下座の人。それはダブルポイント、2ポイントゲットよ、これ。いいですね、いいですね。あ、けどこれ実際、あ、来てる、YouTube も来てますよ。
フレッシュ来ないか、フレッシュ来ないか。ちゃんと答えてくださいよ。今どこまで行ってます？誰やハットサブレ言うてんの。違う違う。誰やハットサブレ違うよ。シル、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 シルブブレ。こんばんは、シルブブレって。ああ、ありがとうございます。たくさんの方、シルブブレ。おおー、すごい。ちょっと待って。YouTube の方は本当に、あの、この人、日本の人なのかな。あ、けど、あ、すごいすごいすごい。おいおいおい。あ、フレッシュの方でも来ましたよ。全部数えてくださいよ。最終的な数字聞かないと。35億。35億ですか。ごめん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 。俺が悪かった今のは。ちょっと今度は大切にされてないってことですよ。ごめん、今の俺が悪かった。ごめん、寒い感じになった。けど本当に20以上はいる。多分、肌感40は来てますよ。うわー、ごめん、今の俺のミスです。ごめんなさい。すごいすごい変な空気になってしまった。どうしよう。やっぱ服脱ぎましょう。いやいや、違う違う違う、そういうのじゃない。テンション上がりますよ。テンションが上がる。誰のテンションが上がるね。ファンタジーの上がら上がら。苦笑いしてる人ばっかりよここはもう。ちゃんと数えないと。いやけど本当にたくさんの人、あのシルブブレありがとうございます。ほんまにフレッシュの人はどういう人たちが見てんねやろ。すごいコメントくんねん。脱げ脱げ言うて。すごいな。いやけどこの中で一番面白かったのはやっぱハトサブレやな。ハトサブレの人が多分一番やな。ショス、もうちょっと面白いコメントください。スゴの天気って普段どんな感じですかね。雨が多いんですかね。あ、どうでしょう。雨多いけど、実際スゴは山の中にあるので変わりやすい天気ではありますよね。あ、けどやっぱり晴れのレースの方が多いですか。やっぱ女性の心みたく。はい、ということで、コバピコ、はい、ただいまより、ギャンディさんとコバ部長でタイムアタックバトルをやろうと思ってるんですけども、これ、こんだけシルブブレてきたんで、すぐ行ってもいいですか。お、もしかして、お、お、あの最終確認なんですけど、はい、何人ぐらいシルブブレって言ってたんですか。大多数の方が、アンパイを言ってしまったけど、大多数の方が。30億ってもう一回言われたらもうキャンセルです。いやー、よかったよかった、危なかった危なかった。今、分岐点怖かったよ、俺今。いかへんわ。本当に35億なんか怖くて余裕はへんわ。余裕はへんわ、ほんまに。危なかったやろ。もし35億のファンがいたら、はい、どうなるんですかね。もし変えますよね。そこ掘らなくて大丈夫なんで。行きましょう行きましょう。みんなプレイを見たい方がたくさん待ってる。じゃあ皆さん本当にすごい素敵なファンタジーで、本当にたくさんの人がシルブプレイって言ってくれましたので、はい、まあ、やっぱ本当甘えますよね、ギャンディは。あ、ギャンディさん甘えます。しょうがないですよ、これ。あ、行っちゃいます、スーゴ。もう好きですよ、皆さん。だから行きます。おい、言ってくれるじゃないの。いや、じゃあ、ギャンディさん、ちょっと。あ、お先ですか。俺走ります。どっちが先がいいですか。じゃあ、先に行きます。おい、来た来た。いや、でもレディースファーストですよね、やはり。どういうこと、どういうこと。いろいろややこしになってくるやろ、それやってきた。ギャンディさん、どっちの人なのみたいになってくるやろ。ややこ、ややこ、やめやめや。ギャンニーかっこいいって来てますよ。ありがとうございます。タイムアタックですね。いや、あ、これもしかしてシビックじゃないですか、これ。シビックですよ。来た、皆さん。あ、めっちゃかっこいい。さあ、シビックですごタイムアタック。あ、怪しいよ、ギャンディーさん。ギャンニー怪しいよ。安全運転で。あれあれ、おー、みんなすぐ来ましたよ。ギャンディさん怪しいよ、ギャンディさん。ギャンディさん怪しいよ。安全運転で行きましょうね。これ日本プレイしてるの、日本初公開じゃないですか、ギャンディさん。あ、すぐはそうですよ。うわー、来ました、ありがとうございます。ギャンディさん、ここ急カーブ、あばばばばばばば。ギャンディさん怪しいよ、みんな。みんなこの人怪しいよ。あれ、車のレースゲーム好きなんじゃないの、ギャンディさん。いや、大好きですよ。あれあれ、元レーサーって言ってましたよ。元レーサーです。フォーミュラ1チャンピオンですけど。嘘つけ嘘つけ。あぶら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 。ギャンディさん怪しいよ、みんな。ギャンディさん
ヤンディさん綺麗な、これやっぱ葉っぱの一枚一枚まで綺麗な、いやいいな景色がやっぱりプレイステーション4って、あ、これコックピットの映り込みがすごいな。お、ABS ついてないですよ、見て、無免許って書いてあったんですけど、はい、ヨーロッパの免許も日本の免許持ってますよ、両方とも。あ、持ってるんですか。持ってますよ。みんな嘘ついてるかもしれない、この人怪しいよ、怪しいよ、この人。いやいや、さっき俺になんか言ってましたよね、あなた免許持ってますかってめちゃくちゃ言ってましたよね。あなた免許持ってるんですか、本当に。すいません、失礼しました。ジャンディさんパッドでコントロールする人ですか、普段は。いや、普段はそうじゃなくてですね、はい、本当はこの車初めてで、あ、なるほど、ちょっと空気読めないんで申し訳ないです。全然全然、もともと大体会社とかでずっとラリークロスやってますので。あ、なるほど。もし実力を測りたい場合はぜひラリークロス、ラリークロス一緒にみんなやっていただければ。言い逃れしてるよ、みんなブレーキ頑張りすぎ、好きとうまいは違う。そう、接待してくれてるんですよ、ギャンディさん。突っ込んだー、おい。やっぱドリフトがいいんですね。あ、いいですね、 FF でドリフトしてくれるなんて。おい、 F 撮り見せてくれますよ。芝刈り機になってるよ、芝刈り機になってるよ。車が怪しい音してますね。すごいよ。あ、コースにだんだんヤンディさんのハンドル何回転した今。すごいすごい、ヤンディさんがそこに座ったらすげえ狭そうやねんな。見た目がもう窮屈で窮屈で、ミニクーパーに乗るなんかすごい巨大な人みたいな。そこコースちゃうみたいな。ヤンディさん打角がすごい、打角が。あ、これですね、コースがこっちですよって言ってくれてるっていうね。いや、これ教習所プロジェクトカード2置きましょう、本当に国土交通省にお願いして。実写みたいですよね、これ、ほんまに。そこや、おーっと、芝刈り機。ギャンディーさん、ギャンディーさん、ギャンディーさん。あ、終わって。うわ、何それ何それ。ギャンディーさんせこいぞ、ギャンディ。さあ、5速のままになってますよ。気づいてますよ。よし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 。さあ、リセットしましょう。しれっとリセットしましたよ、この人。この人しれっと、俺も知らないやり方でリセットしましたからね、今。そんなやり方があるんだよ。それ伝えないですよ。まあ、軽く、このコバピコ用語でいう忍者ですね。瞬間移動、忍者しましたよね、今。さあ、すごい。直線でドリフトを決めてくれています。すごい。直線のさあ、ここら辺、どこら辺でやっぱり水たまりができてくるのかっていうところもやっぱ気になるところではある。そうですね。けどちょっと晴れてきたのかな。すごいアグレッシブなドライビングを見せてくれてます。アグレッシブなユーロピアンですね、本当に。さあ、3周のタイムアタックになってますよ。3周行ってくださいね。さあ、晴れてきました。最終ラップだ、スムーズに決めるよって来てますよ。さあ、フロントロックしまくっております。いいですね。さあ、アクセルコントロールをすごい繊細になってきました。フロントタイヤの減り方がすごいですよ。あ、今の内側に水たまりできてましたね、今。さあ、スムーズってコメント来てますね。スムーズですね。それ筋肉をちょっと感じるんですけど。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。そう、ゆっくりコースを見せてくれてるんですよ、これ。ギャンディさんの心遣いですよ、これ、皆さん。そう、その通りですよ。フロントタイヤの減りはすごいですね、これはもう。タイヤメーカー喜ぶぐらい本当に減ってますよ、これ。はい、やっぱ左側をご覧いただけるとですね、こちらは左側にある木はですね、バスガイドさんですか。ちょっと、ま、松の木で、やはりここら辺のですね、はいはい、この気候ではよく植えられますの で、 そうです、ね、やっぱスゴの近くのエリアではたくさんあります。なんか外国の人がなんかスゴを案内してくれてるよ、みんな。でまた、右の方では
ですね、はい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 、聞きますよ、聞きますよ。いろんな虫がありますね。いろんな虫が、スゴの特徴的なアリがあって、アリがスゴアリって呼ぶんですけれども、スゴアリがで、スゴアリの特徴なんですけれども、はい、結構強いんですよ。体重 の、はい、あの35億倍 の、 あの重さをあの、あれできますので、あれできるらしいから、ね、ちょっと誰か助けて、いよいよギャンディさんマイワールドに入ってるからやべえなっつって走れ走れって言ってますから、さあ早くゴールしてくれギャンディ、早く。お、綺麗なドリフトだったんですよ。キレキレやっぱラリークロスやりたいんですよ。そっちの方がやっぱ得意なんですね地球防衛軍かな言ってますけど、皆さん静かにしてください。なんか聞こえます？あ、これは何もなかったです、すみません。え、嘘これあれじゃないですか、サーキットのそのいわゆるあれですよね、ラジオっていうか、あのスピーカーから流れてるのがやっぱ聞こえたりするんですよね。これ聞こえますよ、あのプロジェクトカーズ1からありますよ、ありましたよね。僕もずっとゆっくり走ってクルーズしてたことありますよプロジェクトカーズ1では。ガイド雑って来てますね場内アナウンス、そうですね、場内アナウンスFM 東海かな、やち場内 のみのやつですね。さあ、やっとゴールしました。見ないでください、見ないでください1分2、いや、2分19秒4ですって。すごい、軽自動車でももうちょっと早く走れますよいやー、パチ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 、いやー、よかったよ。ちゃんと、ちょっとじゃあ俺行きますよ、あのちょっと邪魔しちゃっていいですか？いや、いいですけど、いいです。割とちゃんと僕走っちゃいますよ。あ、本当ですか？たまに邪魔しますけど。あ、大丈夫、大丈夫。やっぱどうしてもやっぱファンの人たちってやっぱ、はい、お裸っておっしゃってますので言うてええやめて、ちょっと巻き、あ、そうですよね、皆さん、お裸ですよね。ちょ、やめてやめて。じゃあ20人がお裸って言っていただければ、せえへん、強制的に減らせます。せえへん、せえへん、せえへん。一応俺事務所お裸、お、お裸、お、お裸ない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 。行きましょう何そのちょっとした嫌がらせしてるお裸、来てます。あー、FF らしい挙動しますね。あ、フロントが逃げる、すごい。これ前回にもなかったな、このフロントの逃げ方。微妙なやらせの横でしてきますあー、すごい遠赤とかやっぱ気持ちいいですね、乗ってると。むずい。これすぐちゃんと走るの初めてかもしれないです。本当ですか？はい、結構大好きなサーキットではあるんですけど、いや綺麗な、あ、腹ついてきたよ。で、左側にすぐにしかない竹がありまして、はい、なんて言うんですか？すご竹ですよしよしよし、このパターンだな、よしよしあ、すごい。結構お裸で押されてきてるんですけど。え、なんですか？お裸って結構押されてますけど、どうすればいいんですか？いやいや、ないです、事務所的に NG でお願いしますまあじゃあ下着ぐらいで。いや、よくない、余計よくないこれ実際あの僕がやってるカルメラ あのバンドのお客さんとかもたくさん見てらっしゃるので、あの実際にはちょっと NG でお願いしますけどちなみにその、 あのダッシュボードとかもすごいんですよ。綺麗、あの映る車がすごい綺麗ですね。本当にですね、全部最後まで細かいところまで作られてる。あー、フロントが逃げる。もうちょっと事務所はエンジンなのって。事務所はエンジンですよって言えば僕守ってもらえるんで、事務所にしゃー。あー、なんか T シャツぐらい。 T シャツですよ今T シャツぐらい。いやいやいや、言ってやるんですけど、よいしょい。どんだけ俺の裸に興味があるのあー、よいしょい。
雨になった時にハンドルがすごい軽くなるんですよね。すごい滑ってる感が。おい、おお、雨が本当はあれですよ、リアルすぎて。これコックピットビューで見るのすごい楽しいですね。ちょっと悲しいですね。悲しいけど楽しいみたいな。楽しい微妙なラインですね。楽し、単純に僕は楽しいですね。そうですか。お、ちょっと乾いてきた。あー、ちょっと出ちゃったけど。あー、V テック効かないか、ここは。来た。頑張れ、頑張れ、シビック。いや、気持ちいいな、すごい。この凹凸がやっぱりすごいですね。ここもやっぱり現地まで行って収録したんですよね。そう、その通りです。本当、ひとマスあのドローン撮影、その後細かいところまで 3D に落とすっていう作業です、はい、で一個一個、まあ、実際行かないとですね、あのどこがへこんでるか、どこに、お、あ、水溜りあったんですよ。そうです、まだ水溜り残ってましたね。たびたび申し訳ないけど、はい、なんか事務所から裸 OK っていう確認が来たらしいんですけど、そのチャットで今見たんですけど。え、市川さんが売ってんの？いや、それはないないない、うちの事務所。市川さん多分今日忙しくしてたからないんじゃないのかな。いや、でも確かにそのこだわりがありますよね。あります、こだわりが強い。けどここまでその凹凸とかを綺麗にやっぱ再現してると、うん、実際にこのサーキットに行った時にもうある程度シミュレーションができますよね、うん、そうですね。実際あのそのさっき話になったそのあのプロを目指してて前作をやった人たちそういうパターンですよ。で実際なんかプロもあのやはり実はその人たちも何度も何度もレースもするんですけれども、はい、もちろんその前にもちろんシミュレーターでもやるんですよ。あ、なるほど。でこういったゲームももちろん使ったりして、まあ、いろんなシミュレーターがあるんですけれども、あのせっかくこっちがあのこれぐらい作られてるので結構使ってる人も多く、あの実際そのこっちで一回走るとコースを覚えられますよね。あ、そうですよね。全てのこ、あの全てのコーナーとかコーナリングどうするかとかっていうふうに、はい、まあ、まず脳からその筋肉につけるんですね、その記憶を、はい、でそこからまあ自然にずっとあの実際やってみると。はい、さあ、あ、1分41秒4ということで40秒ぐらい早かったですね。ありがとうございました。え、そんな止まったのに40秒逆にそれはやばくないですか、小林さん。いやいやいや、なかなか難しかったです。これちょっと40秒でも裸ということを防ぐことができました。いや、できました、よかったです。いや、よかったよかった。皆さんどうですか、これすぐ走りましたよ。いや、運転が動揺してる。欲しくなった。いや、欲しい一択ですね、僕も。間違いなく買いますね、これは。本当にいろんなサーキット、そしてあのコースとかいろいろ見せていただきました。ありがとうございます。いやー、けど、スゴ、そして富士スピードウェイも走るんですよね。入ってます。そしてその他にも、合計すると100レイアウトという。100レイアウト。すごい。これはやっぱり、なんていうのかな、今の、あの発売されてるレーシングゲーム、シミュレーターゲームなければ過去最高ですよね、間違いなく。あのプレイステーション4で出てる中では最高クラスの収録車種と、まあ、そのやっぱコース、はい、これぐらいありますととかっていうのもすごい素敵だと思うんだけど、はい、このゲームではまあコースが多いのに、はいはい、コース一個一個全部すごい時間かけてこだわり持って、うん、細かいデコボコまで作られてるので、はい、やっぱ別に変な話、はい、あの このレベルの10コースも嬉しいんですよ、20コースも嬉しいんですよ、ね、そうですね、30コースも嬉しいんですけど、今回60コース100レイアウトというのは、うね、このレベルで作られているのはやっぱすごいと思います。すごいですよ、データ量だけでもえげつない量ですよね。しかもそれにまた物理演算が加わって、うん、その泥の跳ね方であったり、ね、ラバーの乗り方であったりとか、やっぱりそこら辺で作り込みの、なんていうのかな、量がすごいなっていうのがよくわかりますね。うん、本当にありがとうございます。お気に入りのちょっと事情があるんですけど、すごいいい、あー、すごいいいですね。誰でもスタッフさんも乗っていただくかと思ってたんですけど、すごい全くやっぱ孤独ですね、これ。
いや本当にあのギャンディさんは自然体がやっぱ一番だと思いますよなんか聞いたことあるって気がしますね、この話がけどあの今日いろいろプレイしてきた中で皆さんもやっぱりあのいろんなサーキットそして車を見てきたと思う、結構これがこれがってなんか質問いろいろあったんですけど、改めてなんか皆さん質問あったらちょっと受け付けてみますか。ギャンディさんは今おいくつなんですかとか、全然いろんな質問していただいて大丈夫ですけども。フランスといえばミシェル・バイヨン有名ですよね。ミシェル・バイヨン何でしょう、ちょっとすみません。フランスといえばあ、ビヨンですかね。ビヨン、ビヨン、ミシェル・ビヨン。家庭用ゲーム機でも動くんだもんね、すごい。あ、そうですよ、家庭用ゲームでも動きます。 PS4 版もあって、はい、もちろんあの PS4 Pro の方がもう少し綺麗なんですけれども、 PS4 でも十分綺麗でございます、はい、なるほど。なぜコバピコで先行プレイさせていただいたんですか。あの誰かが、コバヤンさんは裸になってくれますよって言って、あの言ってくれましたので、だからランマンですが、そこがきっかけ。そこきっかけなの。いやでも嘘を言われたって気がします。別にそんな見ても何もないやろ、そこ。何もないんですか。本当ですか。自分でおっしゃってました。いやいや、あのやっぱあのコバピコさんはやっぱ、はい、あのまあ、ガチなレース好きな人たち で、はい、でね、まあ、事前のちょっと一番最初になった打ち合わせでも、はい、やっぱあの車好きでもうレースゲームも好きでっていうこと、すごい、はい、もう嘘じゃなくてもうフランクで伝わってきたので、 ありがとうございます。いや本当にあのこういったら、こういった素敵なファンたちにもちょっと、はい、あの紹介したかったと思いましたので、嬉しい、ありがとうございます、はい、本当に本当にそんないろんなご縁がありましてね。私は日本にいる時間が長いんですかって聞かれたんですけど、はい、実は長いんですよ。どれぐらい住んでるんですか。言っちゃっていいんですか。はい、別にいいじゃないですか。なんかあるんですか。今年はですね、7年目になります。納得。結構長いんですよ。強そうな白人って来てます。なるほどなるほど。いろいろ来てるんですけども、オンライン上でのなんかシステムってどんな感じになってるんですかとか、これ言えないかったら大丈夫ですけども、うん、オンライン上では今までとけど同様な感じでオンライン普通にレースができるっていうことですね。そうですね、あの、まあ、あの前作と同じくですね、はい、そのコミュニティイベントとか、あの結構頻繁にありますし、なるほどなるほど。あともう友達と好きな条件でいろんなレースももちろんできますし、で、あの、まあ、前作と変わるものはやっぱライフトラック参戦ですね。あ、そうか、それもオンライン要素にも加えれてます。マジですか。オンラインで同じ状況でそれができる、はい、物理演算もすごいですね。それはすごいな。日本車、日本のコースは今後増えますか。俺も気になる。増えますか。あー、詳しくは後増えますかね。どうなんやろ、分からへんな。これはギリギリ、ちょっとあのすいませんが、今後のプランはちょっとまだ未発表のものも多くて、なるほどなるほど、申し訳ないです。せっかく質問していただいたので、すみません、ちょっと際どいあの質問もあったかも。いや、いろいろけど面白いあのコメントが来てますよ。そうですね。バンナムでどんな仕事を担当してるんですかって言われたんですけど、はい、まあ国内宣伝ですね。あ、なるほどなるほど。オンでもそれできるんですね。オンラインでもだからそのライフトラック3.0、ライフトラック3.0のもうライフトラック3.0が入ってます、はい、逆にオフにすることができないです。ああ、なるほどなるほど。ゲーム遍歴を教えてください。今までどんなゲームやってきましたか。なんか普通に質問ですね。いや、あの普通に私はゲーム好きな人間で、もちろんあのレースゲームもあの好きなんですが、はい、まあそのマリオカートだったり、はい、まあ、普通のガチシミュレーターカーズみたいなのももちろん好きで、はい、まあ、本当幅広くあの、まあ、PC でもやりますし、あの PS4 とかも、はい、あの家庭用でもやりますし、はい、まあ、大体ですね、まあ、アクションゲームだってもう本当にあの、はい、無差別にやるんですけど、はい、面白ければ何でもやります。なるほどなるほど。あの、まあ、本当に、まああのまあ、PC の RTS とかも好きだし、はい、まあ、アクションゲームも好きだし、うん、最近どんなゲームやったんですかね。最近はトータルウォーハマーやってるんですけれども。トータルウォーハマー、その、まあ、PC 用のゲームで、まあ、いろんな、結構じゃいろんなあのゲームを幅広くやる。そうですね、まあ、あの実はあの日本に来た理由の一つも、まあ、日本のゲーム業界にも影響されて、若い時とか、はい、あのまあ、そうですね、まあ、メタルギアだったりですね、そういったもう本当に傑作ようなゲームが、はい、バカみたくあるんですよ、日本からバカみたくこんなゲームがたくさんゲームがね。なるほど、ありますあります。確かに。なのでやっぱこの素敵な業界に私も入ろうと思っててですね。ああ、なるほどなるほど。難易度は前作よりも難しくなってますか。あり的にはもうあの
セッティング、まあ、多分比較的にちょっと今実際 100% 比較してないんですけれども、はい、ですね、多分その今回は幅がもっと広くなってるんじゃないですかね。もっと簡単にもできますし、そうですね、もっと難しくそうです、ね、にもできるっていう。でニュルブルクリンクで雪の設定やったら前作もはるかに難しいわけですからね、はい、そうですね。で今回はやはりその環境の変化が実際プレイに影響しますので、はい、ある意味はそういう要素も入ってきますので、はい、ある意味ではもっと難しくできるんです、ね、なるほど。ちなみに初めてプレイした日本のゲームは何ですかって聞きますよ。初めてプレイした日本のゲーム難しいんですね。多分あれですね、ティリティティリティではないではない、意外と、意外と悪魔城です。悪魔城だけです、渋いなですね。へえ、まあシミュレーションの幅が広がったのか。そうですね、確かにそうですね、うん。初見です、外国の方はどちらさんですか。バンダイナムコエンターテインメントのギャンディさんです。今日は、プロジェクトカーズをいろいろ説明しに来ていただきました。今日は、プロジェクトカーズを2をですね、日本初の最新版のプレイをさせていただきまして。一瞬ですか。あ、何ですか。好きな男のタイプどんな感じですか。そこ掘ります。大丈夫。やはりちょ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 、やばい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 、この放送やばいよ、みんなチャンネルがやばいやばい。そう、キャッスルマニアです。どういうこと、どういうこと。悪魔城ドラキュラのヨーロッパでの名前はキャッスルマニアっていう。そこ急によくご存知ですね。へえ。でまあ、分かった。赤外線しましょうね。赤外線、古い。もうちょい新しいのやろう。時代遅れで申し訳ないです。もうちょい新しいのやろう。赤外線って。いやー古い。ごめんなさい。私日本来た時はやっぱ赤外線が人気だったので。いつから来てんねん。7年前赤外線でしたっけ。ヤマネさん最初来てガラケーだったんですよ。ああ、そっか。その時やっぱなんか、もうそんやっぱ綺麗なお姉さんに赤外線って言わなきゃいけなかったんですよ。そうかそうかそうか。急になんか話の方向性が分からん方に行ってあさっての方に行ってくる。すいません、戻りましょう。はい、いや、あ、コメント来てます。発売まであと16日。そうです。待っててください。ね、もうあとちょっとです。いやこれちなみに16日、2週間ちょっとでしょ、ね、そうですよね、もうほんとすぐですよね。本当に学生さんだったら同じ授業2回ぐらい受けて。そうですね、そうですね、もし例えが渋すぎますよ。会社員さんだったらやっぱ課会とか2回やってですね。そうですね、ちょっとずらいんですけど、ね、はい、ちょっと頑張っていただければ、はい、そこまで。いい眉毛されてますねって。 ありがとうございます。毎日ブラッシングしてます。そうです。そうですね、まあ、改めてじゃあちょっと発売日とか価格とかちょっと説明していただいていいですか。はい、じゃあ説明させていただきます。 PS4 版なんですけれども、9月21日ですね、木曜日発売されます、はい、価格なんですけれども、いろんなバージョンがあるんですけれども、はい、まずまあ普通にお店で売ってるパッケージ版なんですけれども、はい、7200円プラス税ですね。7200円プラス税金、はい、そう、はい、で実はPS ストアにあるダウンロード版もそうなんですけれども、はい、同じ金額ですが、はい、10月の18日までに特別キャンペーンで少し安くなってます、はい、お、なるほど、はい、6480円になっております。お、はい、1割オフぐらいの。そうですね、安いですね。なので、はい、まあ、もし迷っている場合は、はい、その期間までに、その期間までに、ぜひちょっと安い値段でも買っていただければと思います、はい、なるほど。またデラックスエディションがあります。それですよ。デラックスエディションはどういうものかというとですね、はい、このゲームにはシーズンパスが入ってます、はい、後からちょっとあんまり話ちょっと言えないんですけれども、後からいろんな DLC が入ってくるんですけど、聞いた、追加の車種だったり追加のコースとか。で、そういったシーズンパスを持っているとどうなるんですか。シーズンパスを持っていると、はい、今後予定されている DLC も含まれるっていう話で、今からもしものすごいカーズ大好きな人にとってはぴったりで、はい、なるほど。それを買っていただいて、買っておいたら、まあ、自動的にすぐ全部一個一個買わなくていいし、あとなんですけれども、デラックスエディションは、期間限定で安いんですよ。あとからまあシーズンパスも、はい、別に売るんですけれども、はい、デラックスエディションでは、まあ本編の、まあ、PS4 のダウンロード、はい、デラックス版はダウンロードのみになりますので、はい、本編のダウンロード版プラスシーズンパスはお得な9720円プラス税で、はい、なるほど。それも期間限定の
発売になりますので、それも10月18日まで見ていただければと思います、はい、こちらは PS4 版だったんですけれども、まず PC、 あの PC 版なんですが、はい、それの1日遅れて、9月20日に発売されます PC 版が、はい、きあの金曜日になります、はい、でそちらは Steam オンリーで、はい、あのまあ、ダウンロード版と、まあ、あのデラックスエディションそこにもあります、はい、なるほど、はい、なるほど、でそちらの金額はオープン価格になりますので、はい、まあ、セールなどでいろんなあの時は安くなったりしますので、ぜひご覧いただければと思います。なるほどです。いやプロジェクトカーズ2日本最速プレイしちゃいました。本当に今日はあのお越しいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ。最後に、あ、嬉しい。なんですか、ちょっと感想を聞きたいんですね、まあ、その裸の話とか抜いてですね、その裸の話抜いて、はい、まあ、実際もうちょっと真面目にあのゲームについてちょっと感想をいただければなと思います。僕がプレイした、あ、そうです、そうです、ぜひ。まず一つ目が、まずあのプロジェクトカーズ1から、もうこの2、まあ、今日初めて僕あのプレイさせていただいたんですけども、もう皆さんが一番気になってたところである、ブレーキを引きずったままコーナー、いわゆるブレーキを残しながらコーナーに入った時の急激な挙動変化というのはなくなってます。で、いろんな車、 FF4WD、MR でフォーミュラ系、カートはちょっと乗ってないですけども、いろんな、まあ、ジャンルの車一つそれぞれに、まあ、本当にちゃんとした特性がしっかり出てます。ホイールベースの長い短い、バワーがある少ない、でじゃあ重量が重い軽いによって本当にいろいろあのなんていうのかな、車の動き方が特にあの変わったのがすごい印象でした。あと FF だった時とか MR だ、後ろにあのエンジンがついてるだったりとかした時のブレーキングした時の挙動の変化っていうのが、よりなんか前回よりもあのなんていうのかな、スムーズな動き方をしているというか、僕のすごい好きな動き方、実写に近いなっていうのはすごい印象に残りました。あとはまあ路面ですよね、あのどんなゲームソフトよりもやっぱ路面があのリアルっていうか、オンボード映像とかで映像で見た時の感じの揺れ方、うん、ここでなんかそういえば動いなんか揺れてたなっていうのをそのまま再現されてあったりとか、もちろんそれが水たまりに影響されてあったりとかっていうので、とにかくそういう細かいそのグラフィックの点ではすごい、なんとにかくそこに一番感動しましたね。ライフトラック 3.0 を通して気づけたところですよね、そこは。なんで僕本当にこのゲームを通してなんか実際のレース体験っていうのは本当に全然大なんていうのでかく言ってるもんではないなと思って、これ普通に言えることだなって本当に思いましたね。感動しました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます、はい、やっぱその前作のファンであったあの小林さんからこういう話聞くと、まあ、今ちょっと真面目な話なんですけれども、はい、まあ、いろんなあの真面目な話だけで笑いとるすごいな、すごいな、やっぱ天然のそういうキャラですよ。あとね、まあ、やはりそのいろんな、まあ、はい、宣伝の人としていろんなやっぱ、ね、宣伝の仕事をやらないといけないというところで、はい、ですが何よりもまあ、宣伝は宣伝で素敵だと思うんですけれども、はい、何よりもやっぱその前作のファンであった、はい、本当にレースゲーム好きな人にこれがすごいですって言われるあの瞬間、やっぱ本当に、はい、あのやっぱこの仕事できてよかったなと思うぐらい あれですね。やっぱもうちょっと、はい、あのこういうゲームをあの、まあ、拡大して自分がいいと思っているゲームをもうちょっとあの、まあ、いろんな方に知ってもらうというのは、ね、やっぱすごいあの自分的に響けるものなので、はい、あの、ありがとうございます。いやいや、本当に今日はありがとうございました。皆さんもご視聴していただいてありがとうございました、はい、本当にあのたくさんのコメントありがとうございます。で、とりあえずプロジェクトカーズ2今日はさせていただいたということで、今回、まあ、こういうのを通してですね、皆様にもっと車の楽しさ、そしてこういうゲームがあるんだよ、もっとこんな楽しいことがあるんだよと知っていただければと思って、この番組もいろいろ今後もいろんなことをやっていきたいと思います。もう一回プレイしてもええんやで。確かに時間的にはまだもうちょっと余裕があるんですよ。プレイします。なんかせっかくなのでちょっとアンケートとかちょっと取ってみたいです。どんなコースがいいかっていうのちょっとアンケート取っていいですか。あ、そう、書き込んで、なんかみんなどんなコースが見たいとかちょっと書き込んで、どんな車で走ってほしいっていうのちょっと書き込んでみてください。でその中からギャンディーが出る。ギャンディーさんちょっと選んでいいですか。はい、ギャンディー、ぜひ皆さんちょっとこんなコースが見たい、でこんな車が見たい、書き込んでください。景色のいいところ。景色のいいところですか ね、 いいね。アーマーゲー AMG の GT3。 あ、初心者向けって書いてるんですけど、一旦ね、今回のに限って、はい、その矢印とかつけます、
それ見せるためぐらい。全然 どちらでも構いません。好きにしていただいて。それを綺麗にフォローできるかちょっと。ちゃんと見ますみたいな。オーバルも今回入ってるんですかこれ。オーバル入ってますか。あ、入ってます。あ、オーバルも皆さん入ってるそうですよ。だから初心者はまずそこからでも楽しめるかもしれないですね。富士。ああ、富士スピードウェイ。R32 で富士。とりあえず雪で。雪好きやなみんな。これまずみんな普通に走らへんのちゃう。まず雪の中みんな走らちゃう。R8 でコタ。コタって何？オフロード行きませんか。日本車ボーナスで走らないのですか。ギャンニーの家。家収録されてない。家で走ってどうします。家で走ってどうしますよ。確かに。まあでもそうですね。あんまりあのこれまでにやってないジャンルとかどうですか。皆さんあのフォーミュラワンとかどうですか。ああ確かにフォーミュラワンは走ってないですまだ。まあ盛り上がったら最低限20人がフォーミュラワンシルブプレって言ったらいけるんですけれども。こうへんな。アスパフランコルシャン。インディーカーでインディ500いいね。GT3 あ GTR で GT3 で富士スピードウェイ。F1 と裸シルブプレって感じ。俺やっぱセットになってます、ね。あ F1 シルブプレ。F1 じゃあどうします。 F1 いいんじゃないですか。 F1 でもいいと思いますよ。 F1 いいですかね。 F1 だとどんなコースがいいですか。あモナコいいですね。モナコはい行きますか。じゃあ誰やハンナ道路って書いてるの。入ってればしかも大阪の人しか分かれへんよハンナ道路。めっちゃ警察おんねんあそこは。じゃあもうしょうがないですよ。もうファンたちがもう声出しましたので F1 で決定です。じゃあ F1 でモナコ行っちゃいましょう、はい、いやありがとうございます。西名阪も入ってへんわ。あ、天気だけちょっと聞いてくれます。あ、天気は何でもいいですよ。みんな雪って言っちゃいますけど。いや雪いいんじゃないですか。雪で走りましょうよ。モナコの雪って言ったらモンテカルロでしょ。もうゲーム変わってきますよこれいろいろ。ラリー感のゲームになります。すごいね。ちなみに F1 みたいな車っていうのは前回に引き続き入ってるんですか。入ってますよ。お入ってますよ。これこの画面、本当にみんな見たらびっくりするやろうな。うわえコースの中でギャンディーの家もありますよ。ギャンディーさんの家これ。さすがに入ってんやろ。レイアウト2つしかないんですけど。あ、このサーキットも。え、うわ、このサーキット入ってんの。おい、このサーキット入ってんの。やばみんな気になるやろ。家見して今からちょっとギャンディーさんの家走りますよ。じゃあ走ってきてください。ギャンディーさんの家どこかな。トラップだらけですけど。ギャンディーの家。いやーやばいよみんな。これサーキットやばいよ。すげえ走りたいサーキットめっちゃいっぱいある。前回入ってたサーキットもね、それはもちろんあるんですけども、うん、それに増してまたちょっといろんな新しいサーキットキャプチャーしてほしい。あかんねんな。俺の家も収録？茨城市走る？大阪府茨城市の超ローカルな場所走る？棚中の家も行くかなみたいな。ラリーモンテ。これけどやっぱちょっと難易度上がりますよ。嘘でしょ。なんかプロ、結構プロ、やっぱ上手なんで。はい。え、どういうことですか。エース。ちょっと待って。エースまで。え、これ相手走るんですか。なんか敵車も走るってことですか。そうそうそう。いや、勘弁してくださいよ。それスムーズに勘弁してくださいよ。じゃあこれで。設定できた。設定できました。いやー、綺麗やろうなこれ。コースはギャンディの家。どこどこ言うて言うて言うてみ言うてみ。なんか リビングのコーナーがちょっと難しいんですよ。フローリングですか。そうそう、フローリングで。やっぱフローリングね。ちょっと変なものが置いてますね。畳ではないよね。ユーロピアンフローリングです。いやうわ、相手の車おるやん、どうしよう。さあ、じゃあちょっと行ってみ。おタイヤがもうなんかすごいいっぱい溝あんねんけど。あ、音いいね。ABS とかこれ入ってへんからめっちゃ運転難しいよ。渋滞してる、ごめん、渋滞、遅い。お、危ないな、もう。アドバンカラーでしたね、今。
い、ロックするロックする。トラコンも ABS もないからめっちゃ運転難しいんだけど。ああ綺麗な、やっぱり。ありがとうございます。もちろん家なんで広大やろ。家広大すぎるやろ。ごめん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 。あ、こすった、やばい。ごめんごめん。お、なんか急に滑り出したよ。雪来た？雪来た、これ。F1 が雪の中で走ってるよ。むずい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 。運転免許持てますよ。持てます。大丈夫ですよ。くそ。くそ。どうしたどうした、みんなみんなどうした。渋滞してる。安全運転ですよ。渋滞してる渋滞してる。うーわうーわうーわ。うーわうーわ。みんなやばいね、これ。うーわうーわ。お、雨に変わってきた。あー、全然難しい難しい。壁走りしてしまった。急がず焦らず。お、なんかお連邦があるんですか。あ、ほんまや、すごい。ラルカンシエルです。言うじゃないか言うじゃないか。あー、言うじゃないか。詳しいな、おい。まさかのラルクアンシェル入ったな。おお。雨が。晴れてきたんですよ。晴れてきた。それでもコースに残ってるので、前の車ってすごいんですよ。コースに残ってる。これで濡れてくるんですよ。そうか、前の車の後ろを走ってるとですか。そうですね、ちょっと後ろ走ってるのかな。あ、ごめん、邪魔してる。もう小林さん、びしょびしょですよ。びしょびしょですね、これ。びしょびしょですよ、もう。なんかやめて、もうなんか違う違う、なんか違うよ。すごいな、水の飛び方が。確かに。お、なんか誰かが脱がないとって濡れた感じ。あ、雨残ってる雨残ってる。ホームステルト、怖い怖い怖い。久しぶりに全開にした。お、あ、わ、晴れてきてめっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗ですね。あ、ちょ、ビルとかもう、うわ、実家を思い出しますよ。だけど地方的にはこっちの方なんですよね。ヨーロッパ出身ですね。まあ、そうですね。どこかちょっと言わないんですけど、はい、ヨーロッパの出身、ね、こんな素敵なビルがたくさん入ってる場所ですね。ギャンダーさんの実家の近くを走ってます、これ。そうですね。知らんけど。おお、雨残ってる。いただき。あはは。あはあ。今後実家で配信するしましょうかみたいな。行きますか、行きましょうか。行きますか、ちょっと。コバピコインユーロッパ。どうですか。それやってみたいですね。誰が旅費持つんですか。わ。雨が、雨っつか水たまりがこんなに怖いの、やっぱり。初めてですよ、これゲームで。わー、ごめん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 。あー、ホラーゲームですかね。あー、ごめんごめん。あー、終わりですね。
当選帽子だ。やっぱリセットボタンを知ればよかったかもしれないですね。あ、リセットボタンがあったんですね。そこスタートで、はい、なるほど。いや疲れた。 3位悪くないですか。え、これ3位ですか。そうですね。なるほどなるほど。悪くはありませんよ。悪くはない、良くもない。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。あ、リプレイが見たいと。あ、リプレイ見たいんですか。じゃあちょっとリプレイ画面、これどうやって消したらいいんですかね。あ、三角ボタンです。あ、ありがとうございます。ちょっとリプレイ見ながらちょっと振り返ってコメントしましょうか。はい、皆さんもぜひコメントしていただければと思います。なんか失敗の時にぜひ勉強ないでしょっていう発言でお願いします。免許持ってますか。ないですよぐらいの。なんか日本のバラエティ番組じゃないですかね。さあ、そうです。ワイプーっていうのさ、ちっちゃいこれちゃんと出してくれるんですよ。安全運転、安全運転、安全運転。おまけ突っ込んでる。アグレッシブですね、本当に。でもそこ好きですから大丈夫です。ありがとうございます。これもな、綺麗でね。この画面はなんか中継で見ますよね。実際に中継で見る画面と一緒ですよね。すごい、勉強持ってるって来たんですよ。早速持ってますよ。僕のやつ白と赤のやつかな。そうですね、やっぱロケット、超ロケット。免許持ってます。持ってます。すみません、免許いらないんで大丈夫でしょ。あ、いらないですか。はい、F1 運転する免許いらないんで、ライセンスはいりますけど、また別で運転するための。すごいですね。はい、シュマーケルとか、もしかしたら免許なかったかもしれないです。あ、若い時はみんな免許なしで、今でもなんかレースでもう12歳とかの女の子が、うん、の普通にレースこういう車で、フォーミュラ1の免許持ってるんだけど、はい、12歳だから普通の免許持ってないっていう、そうで、女の子がいるんですよ。すごいですよ。え、何人ですか。日本人です。あ、日本の方です、はい、12歳すごくないですか。すごいですよ。そういう時代になってきたのかなとも思ってた。綺麗な、まあ、やっぱ F4 だね。シミュレーターも たくさん売れちゃうと。そうですね、まさにそういう時代になっていくんです、ね、そういう時代になっていくと思います。本当に12歳の日本の お子さんも、はい、それこそフォーミュラ1ドライバーになりますよ。あの番組にうちの小分け子に出てくれてるあのリー君、リー・ジョン君っていう韓国の人がいて、その人まあよくコバピコに出てくれてるんですけど、その人もあのレースゲームから実際のレーサーになったドライバー、ね、はい、リー・ジョン君っていうのが。ジュジュちゃんですかね。ジュジュちゃん、あ、そんな名前だったよ。僕ちょっと覚えてないです、すみません。雪、これずっと雪を降らせてると積もったりもするってことですよね。そう、積もりますよ。あの季節も設定できるんですけれども、ああ、そうか、そうか、夏冬とか、多分これ夏になってて、うん、夏になるとすぐ溶けちゃうんですけ ど、あ、まあ、冬とかにすると積もっていってとかですね、はいはい、あと、まあ、面白いことに雨降った後に雪降るとその雨がちょっと凍るとか、あ、まあ、それも季節で、あの、なるほどなるほど、設定できますので。すごいですよね。あ、こだわりがすごいんですよ。わあ、すげえ。すげえな、綺麗な。でこれで自分の何が悪かったとか勉強できるし、そうですね、次はこのコーナーとかどうすればもっとあの最短の時間でレースコンプリートできるかとか。ああ、そうですね。綺麗な。質問来たんですけども、夜も設定できるんですね。あ、これモナコ夜とかも行けるんですか。行けますよ、全然行けます。あの本当に、あのその季節設定するところには、まあ、時間もあるんですけれども、はい、その基本は、まあ、24時間好きなお時間選んで、はい、で時間を選ぶんだけじゃなくて何時から何時までとかも選べます。あ、ちなみにそれはどこのサーキットでも選べたりするの。どこのサーキットでも選べます。全てのサーキットで夜も走れる、はい、うわすごい、富士の夜走りに行きたい、富士の夜。そうですねすごいわ。富士にやっぱ松の木が特徴的なんで萌え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 
はい、ということで夜しか出ない虫もありますので、ね、多分ね、なんていうのもあるんです出たということで、じゃあ今日は2時間にわたってちょっと特別編ということで、お送りさせていただきましたプロジェクトカーズ2、皆さんいかがだったでしょうか。本当にこれは買いでしょう、間違いなく買いでしょう。僕も真っ先にすぐにもう買いに行きたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のゲストはバンダイナムコエンターテインメントからギャンディさんが来ていただきました。プロジェクトカーズのいろいろ説明などしていただいたんですけども、ここから少し番組の説明とか させてください。コバピコはですね、毎週火曜日、夜10時より皆さん、放送しておりまして、ニコ生、YouTube、フレッシュのこの3チャンネルで同時配信しております。皆さんぜひフォロー、チェックよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録してください、よろしくお願いします。そして、我々はもともとはですね、毎週日曜日の夜10時から放送しておりますスーパーピコピコクラブ、略してスーピコの、のれん分け番組でございまして、そちらのメイン MC はアメリカザリガニの平井さんでございます。そちらの番組ののれん分け番組として、やらせていただいております。そのスーピコの方ではですね、YouTube 実況動画チャンネルスーピコゲームスというものを開設しております。ぜひ皆さんこちらの方もチェックしてください、よろしくお願いします。そしてスーピコではキャンプファイヤーというサイトにて、スーピコファンクラブというものを運営しております。こちらも月額500円より入会いただけまして、平井さんからね、何か送られ開運グッズが届くことがあったりなかったりなんてことをやっておりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで、あとコバピコといたしましては、来週、コバピコグランプリ会かな、ですね、2年半にわたって行ってきましたプレイステーション3のゲームソフトで行ってきた、コバピコグランプリのシーズン6の最終戦を行いたいと思います。ぜひ皆さん、ご参加ください。詳細は、コバピコの公式ツイッターアカウント、そしてホームページありますので、ぜひそちらの方チェックしてください、よろしくお願いいたします。そして、個人の、宣伝になるんですけども、メムシをやっております、エンタメジャズバンドカルメラというバンドでトランペットを吹いております、世界一レースゲームの上手いトランペット小林洋介なんですけども、今週末9月の8日にですね、元ペズですね、ジャズバンドペズというバンドの、トランペットを担当している大山渉さんと一緒に、バンドを組んでおりまして、トランペットファクトリーというバンド名なんですけども、今週の金曜日9月8日に、吉祥寺マンダラ2にてワンマンライブを行いますので、ぜひ皆さんチケットまだございますのでね、見に来ていただければ、コバピコの物販なんかもいたしますので、ステッカーとかいろいろ販売したりもしてますので、ぜひ皆さんお時間があったら遊びに来てください。ということで、あとはカルメラ、公式サイトとかカルメラのこともいろいろチェックしていただければと思います。はい、ということでお送りしてきましたコバピコ、今日はプロジェクトカーズ2先行配信プレイということで、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。ちなみに トランペットなんですけど、はい、運転しながらできます？あ、一応できますよ、法律に違反しない場所であれば全サーキットとかだったら日本一トランペット吹きながら運転するのもうまいですからね。じゃあぜひカーズ2の発売日にトランペットスペシャルのライブしていただければ、これでやりながらね、やってみたいですね。このスタジオがね、楽器 NG なんですよそれでちょっとここで吹けなくてすいません、ちょっとできないんですけども、もう一回裸でトランペットしながら、もうええってそれもなんでそんな裸にこだわるのでも私じゃないですよ、ファンの方が、ね、見たい人おるんかな、求めてますよ、そんなに見たい人おらんと思う。ファンが圧倒的に増えますよ。はい、じゃということで、今日はプロジェクトカーズ2を、皆様に見ていただきました。もう一度ここでプロジェクトカーズ2の、詳細を、宣伝していただいてもいいでしょうか。はい、プロジェクトカーズ2はリアルレーシングシミュレーターなんですけれども、今月の PS4 版は9月21日、はい、PC 版は22日、はい、金曜日に発売され、ですね、まあ、いろんなバージョンがあるんですけれども、詳細をサイトの方で見ていただければと思いますが、はい、ね、また早期購入特典もついてますので、ぜひ見ていただければと思います。こちらに来てすごいファンの方と、あと小林さんともすごい楽しかったので、はい、またぜひ機会がありましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いしたいと思いますので、はい、はい、ぜひありがとうございました。ありがとうございました。
いやありがとうございます。ぜひ皆さんプロジェクトカーズ2公式ホームページチェックいろいろしてください、うん、ということで、はい、2時間ちょいにわたってお送りしてきましたコバピコ、今日はこれにておしまいということで、皆さんご視聴メルシーボク、メルシーボク、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。コバピコでした、はい、ジャンディーです。コバピコです。ジャンディーさんでした。ありがとうございました。お疲れ様です。イエーイ。